あ、どうも、こんにちは。すいません、遅くなっちゃいまして。今、あ、21名の方待っていただいて、すいません、ありがとうございます。ポチコさん、こんばんは、こんにちは。みつるさん、こんにちは、こんばんは。すいません、もうね、久々私、ちょっと、ライブ配信だったんで、ちょっとなんかね、これ、クロームで入らなきゃいけないのよね。で、私、普通にサファリかなんかで入ろうとしてて、すいません、ちょっと今、これ、ラップトップでね、ちょっとやらせていただいてるんですけども、聞こえますかね、皆さん。ちょっとね、マイクもちょっと一応してるんですけども、大丈夫ですかね。ちょっと今、私、ちょっとコーヒーをちょっと作りますね。皆さんもちょっと、あ、こんばんは。はい、ドリさん、こんばんは。じゃあ、ちょっと皆さん見えてるんですね。すいません、お待たせして、本当すいません。お待たせしてすいません、本当に。大丈夫ですかね。ちょっと機械の不具合というか、私がクロームにしてなかったっていうだけなんですけど、ちょっとちょっとね、紅茶じゃなくて、これで全部飲むわけじゃないんだけど、残ったのは明日とかに飲んでね、飲めるかなと思って。そうそうそう。元気ですか皆さん。元気ですか元気ですか。いや、もうほんと久々に、やっぱね、時々やらないとダメですね、ライブ配信。ちょっとだって、やり方忘れちゃうから、そうそう。ちょっとクロムでしかね、入れなかったんでね。はい、ちょっと。まずこんな感じで、ちょっとね。コーヒーを。聞こえますかねちょっと待ってね。ですね。じゃあ、これにしよう。これ。いやいやいや、こんにちは、こんばんは。キララさん、こんばんは、お久しぶりです。お久しぶりです、本当に。元気ですね、皆さん。よかったです、キララさんもね。ドリさん、ミツルさん、システム移行でヘルフレです。あ、大変だっておっしゃってましたもんね。ミエコさん、ミエコ3さん、こんにちは、こんばんは。MU さん、こんにちは、ムーさん。あ、ムーさん、こんにちは、すいません、どうも。お世話になってます。JA さん、元気です。マリコさんも元気そうで何です。いや、ほんとね、元気になりましたよ。なりましたよ。一応、なんかさ、実を言うとね、ちょっと普通に話してるけど、すいません、ちょっと音が。すいません、失礼します、音が。ね、普通に話してるけど、私コロナになっちゃったじゃない?で、多分、今はもう陰性だと思うんだけど、なんかこっちって別にね、そのコロナにな、コロナになっちゃっても、別にその検査をしなきゃいけないっていう決まりはないのよ、もう今。で、一応、まあ、それでも一応検査したのよね。で、それでやっぱりコロナ陽性で、で、それで、まあ、ちょっと結構家にいたり、まあ、ちょうどそのさ、イースターウィーケンド的な感じだから、今、ちょっと私も仕事の方もちょっとあれだったりして、そう。で、だから、家でやってたりとかいろいろともあったから、そう。で、まあそういうのもあったし、まあちょっと出かけなきゃいけないときは、ちょっとやったりはしたんだけど、それこそ先週、私、キャットシッティングがあるっていうことで、で、そこのお母さんに言ったのね、私、なんかその日、キャットシッティングある日に、一応検査したのに、やっぱ人様の家に行くからさ、ね。で、それで言ったのね、陽性なんだけど私って言って、それだとやっぱ嫌だよねって聞いたのね、お母さんに。そしたら大丈夫よって言って、全然大丈夫よみたいな感じで。あなたこそ、あなたは大丈夫みたいな感じって言われて、超余裕とか思ったけど。そう、なんか、いや、だってコロナって空気で感染するから、別に私たちが、ね、マリコさんが行くときに、私たちはそこにいないから、とか、だから大丈夫よみたいな感じで。そう、で、その時、まあ、そこってハウスキーパーもいるんだけど、まあ、その人も大丈夫っていうことで、マスクとかして、やっていただいたけど。だから、なんかみんな、だからその、何が言いたいかって、そんな感じわかる?なんかその、なんだろう、結構風邪みたいな感じなんだよね、やっぱり。そう。で、例えばコロナ明けでも、別にその、ちゃんと陰性じゃないと、線がない状態じゃない、要は、陰性だと線が出てきちゃうんだよね。検査のところの、赤いバーみたいな、赤い線が出てきちゃって。まあ、それがね、もう先週の時点でちょっと薄かったのよ、私。そう。で、だからもう、薄いんだろうなとは思ってて、まあでもコロナってやっぱりやった後とかも結構疲れるのね。そうそうそう。だから、うん、私、二度寝とかもあんましないタイプなんだけど、でも、なんか今日さっき本当に、ちょっと朝早めに起きちゃって、で、それで、それもあったからか、ちょっとさっきね、もう朝10時とかでもちょっと眠くなっちゃって、もう一回寝ちゃったりとか寝れたりしてきたんだよ。だから多分疲れてんだと思うんだよ。うん、そうそうそう。ちょっとね、普通にもコーヒーをこの、ちょっとコメント欄見させていただきたいと思います。はい。ありがとうございますね。MU さん、元気そうでよかったです。ありがとうございます。増田恵子さん、どうもこんにちは、こんばんは。今回大変でしたね。お会いできてとても嬉しいです。また、皆さんこんばんは。あ、本当に私もお会いできて嬉しいです。やっぱりね、これね、定期的にやんなきゃダメなのよ、私も。それで、
最後にやったのが2月のね、中旬くらいだったみたいで、だから3月やってなかったみたいよね、だから、うん。そう、だからちょっと、そんなに焼いちゃったんだと思ってね。うん、すいません。で、みつるさん、はい、症状重くなくてよかったですね。ほんと、やっぱね、2回目だから、ね。これね、1回目の時はほんとやばかったんだし。1回目のね、もう1年3、4ヶ月前の12月、その2021年の12月、要はオミクロンとかで始めた時の、なんだっけ、デルタとかオミクロンとか、あれ系の時。あの時はほんと1週間であと8キロ痩せちゃったからね、もうそのくらいもうやばくて、あきこ鈴木さん。はい、こんにちは、こんばんは。エミリーズキッチンさん。はじめまして、マリコさん、太郎ってお話元気出ます。ありがとうございます。いや、私もね、なんかその、このチャンネルってさ、その、なんか元気が出るらしいのよ。出るらしいのって知らないのかって話だけど、いや、私は知らなくて、で、私の友達に、いや、このチャンネルはそういうチャンネルだから、とかって、なんか、内容別にどうでもいいとか言われて。まあ、そういう意味では言ってないけど、うん。でも言ってる意味はわかるなと思って、なんかその、なんかね、私もね、なんか私で言うと、なんかその、二人パパっていうチャンネルがあるんだよね。まあ、別に回し物とかそういうのじゃないんだけど、そのチャンネルは私で言うとところの元気が出るチャンネルで、結構見てるかな。別に内容とかもさ、もう見たことがあったりするものなのよ。まあ、なんかそのシナモンロールを作ったりとかさ、まあ、なんかどこどこに行きましたとかさ、内容は知ってるんだけど、でもなんかちょっと、見てるだけで元気が出るから、朝からそれ見て、なんか料理するとき、それ見てたりとか、するんでね、朝見てたりとか、夜見てたりとか、65名も、ありがとうございます。はるさん、こんにちは、こんばんは。はい、ここで、鶏か。はじめまして、こんばんは、こんにちは。いつも見てます。マリコさん、体大丈夫ですか？ありがとうございます。一応ね、おかげさまで大丈夫です。だんだん大丈夫になりましたね。まあ、もうね、これはね、ロングコビットって言うんですけど、結構コビットが長い、要はコロナの症状がな、症状だけじゃなくて、コロナになっちゃったから、いろんな後遺症みたいなのがあって、で、そういうので長引くっていうとかもあったりするんで、で、私が1回目になった時も結構ロングコビって私3ヶ月以上あったのね。そう、だから多分今回も、まあそんな感じかもしれないんですけど、まあでもまあね、まあもうさ、みんなコロナになってるしさ、で、自分も多分、なんていうの、体制がちょっとできてると思うんだよね。うん。はい、モンさん、こんにちは。ドゥリさん、ヘアスタイル素敵です。これ、さっき髪の毛洗って、それがちょっと、そう、私ほら髪の毛洗わないのよ、あんまり。1、2週間に1回しか洗わないの、髪の毛。多分日本の人にそれ言ったらビルビルられるかもしれないけど、そうだから私にとって髪の毛洗うって結構一大イベントなんですよね。そうだからさっき朝ちょっと久しぶりに洗って、多分もう2週間くらい洗ってなかったんで、もうちょっと、うん。YK つくしさん、はい、こんばんは、こんにちは。年末ライブ以来です。あ、そうなんですね、ありがとうございます。うん、J さん、バラ美しいです。マリコさんの声聞こえるとすごく我が家の気が良くです。あ、ありがとうございます。いや、私もね、そのね、気が良くなるっていうので、いや、またその太りパサパサの話しちゃうけど、まあ、他にもいろいろ見てるんだけど、なんかね、そのチャンネルも、なんか、さっき私もそれをズバリ思ったもんね。なんかそのチャンネルを流してると、家の気が良くなるっていうか、なんか、明るい感じのさ、チャンネルなのよ。なんかそのね、二人のゲイのパパと、まあ、子供がなんかいろいろや、いろいろと、なんていうの、なんか作ってたりとか、なんかその、まあその日常よね、生活の。なんかそういうのをかけてるだけでも、なんか家の気が良くなるっていうので、ね、私もね、わかんないよね。エリカエミさん、こんにちは、こんばんは。初コメントです。いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございますね。ご近所感で元気が出ます。ありがとうございます。いや、そういうのを狙ってるんですよ、私は。まあ、狙ってるっていうか、なんか、だからキッチンにしてるのもあるのかなとも思ってて、なんかキッチンでさ、まああと私が今、まあ別に演出なわけじゃないんだけど、さっきコーヒー入れたりとかもさ、なんか、なんだろう、ちょっと、なんかうちに遊びに来てるみたいな感じで、ちょっと、なんか髪の毛ごめんなさい、もうなんか、触ってる場合じゃないんだけど、そう、うちに遊びに来てるみたいな感じで、なんかおしゃべりできればって、まあね、あれですけどね、ちょっとチャット、皆様はチャットでね、こう、ほら、夜なのにこうやって、ね、やってもらいたいだいたり、まあ、パソコンであれしたりとか、で、ちょっと大変かと思うんですけども、まあ、いつかね、ズームもやりたいなと思いながらも、そうで、なんかメンバー制もやりたいって思ってて、で、もう一回再開しなきゃと思ってて、再開しようと思ってた矢先にちょうどコロナになっちゃってね。うん、でもちょっとそういうメンバー関係のも、ちょっとメンバーシップ関係もちょっとやれればなとは思うんですよ。うん。はい、松田恵子さん、はい。普段見ると嬉しいです。ごめんなさい、普段これ。あ、バラね、ごめんなさい。バラ見ると嬉しいです。今日は私もまたバラの花など買ってきましたよ。家中花飾ってます。
よ、花飾ると、妖精が来ると聞きました。あ、そうなんだ。妖精来るんだ。でも確かに妖精来そう。これね、あのね、あの、アルディっていうスーパーがあって、あの、安いのね、そこ。あの、いわゆる私がよく、買い物してるウェイトローズっていうところとかとはまたちょっと、それよりも格段に安いとこで、そこでね、2.59 とかだったら、2.69、まあ 2.59、まあいくら、まあ 2.6 だとして、まあでも500円くらいかな。うん、そうそうそう。で、結構、うん、その、あ、でもか、それ一番底値だね。なんか普通、ウェイトローズだってやっぱ3とかはしちゃうから、そうそう。藤田美穂さん。こんばんは、マリコさんの声と話し方が好きです。元気でます。ありがとうございます。いや、みんなさ、そういうふうに言ってらっしゃるね。私、お家新しくて綺麗ですね。あ、で、これ、まあ、新しいって感じでもないんですけど、まあ、あのね、わかりますよ。ありがとうございます。要は新しいって感じですよね。要は、引っ越したいってことですね。ありがとうございます。いや、ほんとなんかね、キッチンがね、なんかその今時っぽい感じのキッチンになっちゃって、あの、前のあのキッチンもあれであれでよかったんだけどね。あの、私の、あの、YouTube のチャンネルで、結構昔の、あの、もう一番初期の時の動画が、なんかその、なんか英語でまあ喋ってるんだけど、なんか餃子作ったりとか、なんかお好み焼き作ったりとか、唐揚げ作ったりの動画があるんで、あそこのね、キッチンはあれはあれでよかったんだけど、古い感じもね。そうそうそう。でもこっちはもう、食洗もついてるし、まあ、そう、まあ、オーブンはね、あっちでもオーブン結構、まあ、この国ってさ、だからちょっと、前住んでたとこはさ、私さ、ステュディオって言って、要はその、1K みたいな感じのとこだったのね。うん。1K でもほら立派なオーブンがついてたから、まあ、いわゆるこういうこっちの国のあるあるっていうかなのかもしれないんですけど、75名の方、ありがとうございます。参加していただいて。ゆうこさん、こんばんはいつも楽しみにしてます。元気をいただいてます。ありがとうございます。エミユーさん、メンバー戦もまたお願いします。楽しみに待ってます。ありがとうございますね。本当、エミユーさんね、メンバーになっていただいてるんですもんね。ちょっとエミユーさんとね、ちょっとやりとりさせていただいて、ありがとうございます。ね、バラ安いですね。ということで、みつるさん、近所と同じ感じで。倍以上ですね。あ、そう。なんか日本って、お花とか高いと思うのよ。だから、日本が高いものって、お花とか、あと、チーズ。チーズ高いよね。なんかこっち、そんなチーズがすごい高いってわけじゃないから、そうそうそう。まあでも、野菜とかもまあまあ、なんか結構オルガニックの野菜とかもまあまあ、結構そんな高いってわけでもないし、で、あと、その肉とかも、オルガニックのビーフのミンストとか、そういうのもあったりしてなんだけど、まあでもね、全体的に言うとやっぱ高くなっちゃうんだよね。なんかその、なんだろう、ちょっと買ってもやっぱ、ほんとちょっとしか買ってないのに3500円とかになっちゃうみたいな。まあでもね、もうこれキリないのよ、もう日本円に計算したら。なんせやっぱり物価が違うしさ、で今1ポンド、まあ今160か165か、まあ多分160くらいなのかもしれないんだけど、どうだったりするでしょう。そうすると、高いよね。やっぱ、1ポンドでそれだ、160円だとさ、だからでも、もう値上がりもすごいから、サンドイッチも買えないよね、今、私。どんな生活してんのか、ちょっと。なんかさ、私、ポールって、多分日本にもあると思うんですけど、まあ、フランス系の、ほら、パン屋さんあるじゃない？で、ポールの結構サンドイッチ好きで、まあ、ほら、イギリス、ほら、まあ、美味しいものもあるんだけど、ロンドン美味しいものいっぱいあるんだけど、ただほら、やっぱり、ちょっとお高くなるのね、基本。だから、その中でも、まあ、ちょっとそこまですっごい高いってわけでもなく、でも美味しい、なんかクオリティで安定した味って言って、やっぱポールが私は結構好きで、それで結構ポールのサンドイッチ、まあそれでも 4.5 とかしてたんだけど、で、でも最近それ、もう最近それがもう 5.5 とかになっちゃってるね。うんうんうん。そうそうそう。ちょっと一瞬いいですか？このなんか携帯ここにあるのか、ちょっと後ろに置いて、ちょっと、なんかこう、邪魔になるというか、まあ別に見てはいないんですけど、うん、うん。いやー、最近どうですか？本当に。いや、日本もね、だってそのマスク外していいっていうのがもう3月くらいだったよね、確かね。で、まあ多分桜もあれだし、で、今多分訪日外国人めっちゃいるっていうイメージがあるんだけど、なんか、その、私ちょっと、誰かのね、どっかの星座さんで言ったかもしれないんですけど、結構その訪日外国人が、入ってるようなグループの、なんかその Facebook のグループ、ちょっと、まあ、入ってみてっていうか、ただ、見てるだけなんだけど、みんながどういう、どういうふうに書いてるのかって見てるだけでさ。そうそうそう。それで、なんか、見てるんだけど、そうそう。でも、まあ、それでなんかみんな桜のあれだから結構行ってるって言って、だからそういうの行ってるイメージもあるし、で、実際ほら、いわゆる欧米、本当あんま欧米とかいう言い方好きじゃないんだけど、まあ、実際本当に、この話は欧米の話になるか、イースターとか関わるからね。欧米って言わさせてもらうと、
結構ほら今休みなのよ。例えば先週今週とかも公立学校は休みだし、私立とかも4週間で休みだから、私立なんてもうほんと3週間前くらいから休みで、でまた休みが今週だけじゃなくて来週も私立休みだったりとか、そう、私が面倒見てる子供たちはみんな私立行ってるんだけど、基本的にまあ 6% とかしか行ってないのよ、もう私立ってね。まあそのほら年間最低でも350万するし、で、まあもうほんと500万のとことか、まあいろんな、もっとボーディングスクールだともっと高くなったりとかあるんだけど、そうそうそう。でもね、やっぱこっちの国って私立に行ってる方、私立の方の学校の方が休みが多いっていうからくりなのね。で、その休みの時に、まあみんなほら海外行ったりとか、家がほら、なんていうの、いろんな別荘を海外に持ってたりとか、あとまあそうじゃなくても他の海外に行ってたりとか、まあそういうライフスタイルなんでね、そういう層はね、そうそう。なんで、近所だと同じ感じで、これ読みますね、すみません。みつるさん、ポール、日本だと3分の2くらいですかね。あ、3分の2くらい、これどういう意味だったっけ、高いってこと、安いってこと。でもね、ポールね、私ね、日本のポールも結構時々行ってたんだけど、結構やっぱり外、いわゆる外国、なんかわかんない。イギリスのポールに比べたら、まあフランスの本場のはわからないけど、まあでも、フランス行ったらわざわざポール行かないと思うけどさ、私も。まあでも、安定っていうことで慣れてるってことでポール行きそうだけどさ。でもね、なんか具がね、日本結構なんかケチってるって思った時があって、そうそう、ケチってるっていうか、なんて言うんだろう。あんまなんか入ってなくて、それでなんかわかんない。500円とかさ、あと半分でとかじゃん。でもこっちは1本丸々ね、サンドイッチ。1本丸々で、まあでも今 5.5 とかかな。でも 5.5 ってさ、かける160円したら、もう結構な値段だよね。1000いくらとかでしょ？そう。だからもう、そのサンドイッチがそんな感じなんですよ、でも基本。まあ他にもね、ゲールズっていう、まあそれもなんか地元ネタになっちゃう。まあそれも一応ロンドンのなんかまあチェーンのパン屋で、ちょっとポールっぽいのか、あとオレとかいうのもあって、そのフランス系、まあフランス系っていうか、フランスっぽい感じなんだけど、まあ、イギリスで生まれた、なんかそういうベーカリーがあって、そこのサンドイッチも美味しかったりするんですけど、まあ、ちょっと高い、お高いけどね。だから、特別な時にって感じで、はい。中村恵子さん、あ、こんにちは、こんばんは、お久しぶりです。お久しぶりです。お元気ですか？中村恵子さん、お久しぶりです。増田恵子さん、先日は双子座のタロットありがとうございました。左肩トントンしてますよ。はじめは少し照れくさいでした。いやさ、わかるのよ。そのね、双子座さんに何を言ったかっていうとね、その双子座さんのビデオで、まあ、いつか見ていただければいいんですけどね。こういう、要はさ、もう自分にご褒美っていうか、自分にあなた頑張ってるよって、自分で肩叩いてあげてって話をね、私は双子座さんの動画でしたのよ。でも、皆さんお疲れよ、毎日。みんなやってんだからさ、ちゃんとね。まあ、ちゃんとやってなくてもいいんだけどさ、みんな毎日生きてるだけでもすごいんだから、本当に。大変よ、生きるのも。まあ、ほら、なんかもう、なんでもよ、なんかわかんない、シャワー浴びたりとかさ、なんかまあ、ベッドのシーツを変えたりとか、ご飯作ってみたりとかさ、ご飯の片付けしたり、洗濯物を畳んだりとか、毎日大変よ、仕事に行ったりとかさ、ね、みんなだから頑張ってるから、こうやってね、もう自分で自分を褒めてあげてっていうことで、こうやって肩を叩いてくださいっていうのことをね、双子座さんの動画で言わせていただきました。うん、はい。エリカイムさん、東京は観光客が爆発的に増えてます。あ、やっぱそっか。私もすごい東京増えてるんじゃないかなと思ったの。まあでもなんか京都とかそういうようなところもだとは思うんだけど、要は外国人が来そうなところ。で、うん。なんかそのいろんなそういう東京のに観光に、なんかその要は、訪日外国人的なのの、そういう余計、そういうグループをちょっとこうやって見てるもんだから、その Facebook のグループみたいなので。で、だから余計そう思うのかもしれないけど、いや、なんかみんな行ってんなと思ってさ。で、あと、なんかある意味訪日外国人が本当に入ることがいいなって、今の日本にいいなって思ってるのは、なんかやっぱマスクがさ、まあもちろんね、もう逆に日本人の人たちもマスクをもう長年しすぎちゃって、この3年くらい、2、3年しすぎちゃって、なかなか外しづらいとか、外すのが恥ずかしいとか、あることが安心みたいな、になっちゃってる人も多いと思うんだよ。で、実際その、やっぱり、いわゆるコロナっていう、まあ、バイ菌がさ、誰か知らない人がそういうコロナっていうバイ菌を持ってるんじゃないかとか、あと、まあ別にその変な意味でじゃないんだけど、やっぱりコロナって怖かったじゃない、はっきり言って。で、実際、まあ、ただの風邪といえば風邪なんだけど、そう。で、でも、なんかそういう感覚になっちゃったりもする。私も結構そういう感覚になっちゃったりしたから、ロンドンで、そう。でも、やっぱりどんどんそういう、他の訪日外国人みたいな人、あんまみんなほらマスクしないじゃない。だからそういう人が入ってくることによって、そこまでその怖いものじゃ、なんか、今、そこまでそのバイ菌っていうのが怖いものじゃないとか、そういうのをね、もう一回ちょっと、
その人に対する恐怖につながっちゃうから、そうやってバイ菌のこと考えてる人、人の、なんかそういう、なんかコロナになっちゃうんじゃないかとか考えてると。で、そうすると、やっぱり人との距離とか、知らない人と話そうとか、そういうのが、やっぱり余計ちょっと怖くなっちゃったりすると思うんです。そういう意味じゃなくてもね。そうそうそう。だからね、そういう人たちが入ってく、いつもマスクしてないって人が入ってることっていいと思うんだよね。うんうん。で、リカミさん、日本は親ガチャ、親ガチャって言うんですが、やはり海外の方が親のお金次第ですか？親ガチャって何ですか？ごめんなさい、わかんない。海外、まあ、親のお金し、あ、要はその私立の学校とかそういう意味で。まあ、親の、お金次第のところはありますよね。特にやっぱり幼稚園、小学校とか。だから幼稚園でも350万とかするから普通に。うん。とか500万とかするからね。うん。そういう私立のところとかはね。そうそう。で、小学校もそう350万とか。年間ね。そう。とか350万で500万とか普通にするし。そう。でもそれは 6% しか行ってないわけで。で、もちろんだけど、ほら、それが子供2人とか3人いったらかける2とかかける3になっちゃうわけでしょ。まあ、兄弟割引があったとしてもさ、まあかかるわな。うん、そう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 。うんうんうん。まあ、でもほとんど逆に言うと 93% は、93%、ちょっと数字間違って 94% かは、まあ普通に公立行ってるんだよね。要は無料のね。そうそうそう。うん。まあ、お金だけじゃなくて、やっぱり、イギリスってやっぱり階級社会だと思うのよ、はっきり言って。まあお金でもあるんだけど、まああとやっぱり富裕層もロンドンの場合多いから、その海外から来てる富裕層みたいな。その例えばロシアの人とか中国の人とか、まあ、他のいろんな国をいろんな各国で、まあ、やっぱロンドンが住みやすいからロンドンに住んでて、まあ、子供はそういうところに行かせるっていうことになるんで、やっぱりそうそうそう。みつるさん、イギリスより安いですがボリューム寂しいですね。ポールね、うん、なんかそんなイメージがある。日本ってでも確かにそんなにさ、日本人ってそんながっつり食べるタイプじゃないじゃない、そのサンドイッチ。なんだろう、まあ惣菜パンっていうことで言ったらさ、なんかその辺の惣菜パンで確かにがっつり食べる的なのあるかもしれないけど、なんかこっちってなんかそのサンドイッチがもう一つの、何？ランチみたいになっちゃってるから、だから余計なんか分厚いっていうかなんか多いのかな、量がね。うん。うんうんうん。JS さん、私は医療系の仕事です。世間ではマスクの着用は緩くなっているのですが、病院は引き続き感染対策をしております。街の雰囲気は外国人観光客がとても増えました。あ、そうなのね。まあまあ、でもね、病院はね、こっちでも結構してると思うよ。私の行く GP の人、この前、ほら、私先週 GP 行きましたって、検査、いろいろ血液検査やりましたって話。あれね、全部大丈夫だったの。本当ありがとうございますって感じなんだけど、本当神様ありがとうございます。日本の神々ありがとうございますなんだけど、あれ大丈夫で、その時の GP の人はマスクしてたね。うん、そうそう。してない人もいるけどね。そう。まあ、その GP の人、本当さ、ちゃちゃちゃって感じの人なのよ。もうまあ、かかりつけ医の人ね。まあ、私今までまあ、何人かそこの GP とかかかりつけ、そのクリニックに、まあ、何人かいるんだけど、お医者さんが。で、私結構一番上の人に見てもらってたので、なんか。そう。その人、まあ、たまたまその男性のお医者さんはあれしたんだけど、で、私今回もその先生で、なんか一応、誰かなんか希望ありますかみたいなのあるのよ。まあ、もちろんこれもね、ネットでやるんだけどさ、もう最近電話でじゃなくて、もう電話で前やってたのよ。朝の8時に電話して、ちょっと緊急なんで今日見てもらえませんかみたいな感じで言って、症状言ってね。で、もうお医者さんから電話来て、あ、じゃああなた何時に、じゃあ入れとくわとかそういう話だったりするんだけど、なんか、最近それじゃなくても、もうリセプションに電話しても、ちょっとパッチーズっていうのがあるんだけど、まあ、そのプラットフォームがあって、そういう予約しなきゃいけない。それでやってくださいって言われて、で、こっちはさ、疲れててさ、具合が悪いからさ、電話の方が早いと思ってやってんだけど、まあでも、まあ、具合そこまで悪くない時とかで、自分がこう、パソコンでできる時はもうそれでやって、で、それでなんか誰か希望の先生いますかみたいなのがあって、で、その先生に、その一番上の人に書いたんだよね。でも違う先生だったから、で、それで、まあ、ちらっと話した時にリセプション、行った時に聞いたら、まあ、その先生も引退したんでって言われて、引退とかもう引退だっけ定年というか、まあ、そんな感じだったんで、あ、そうなんだと思って。そう、だからね、ちょっと違う先生。まあ、その先生でも新しい、まあ、その先生じゃなくてもいいんだけど、その新しい先生に決まったとかじゃないんだけど、そう、まあ、なんかすごい話しやすいとか、なんかすごいテキパキしてる人で、そうそう。なんか、それにはもう参ってよ。もうだってさ、私がいろいろ言ったこととかもさ、もうなんかやっぱ要約してパパパパって入れてるの、情報ね。で、それで私がちょっと後日に、その血液検査、ちょっとまあ、オンラインでも見れるんだ、自分の血液検査がね。まあ、それもどうなんだってことなんだけど、漏れたら嫌だしさ。で、それで、でその先生もうちゃんと要約したのね、ちゃんと。もうびっくりしちゃった。うわ、すごい、この、なんかちゃんと要約してすごいと思ってさ。うん。ゆかりさん、こんばんは、どうもです。はじめまして。はじめましてじゃないかもしれない。すいません、ごめんなさい。こんにちは。
エリカさん、私は花粉症だからそのマスクしていますが、今日献血に行ったらマスク着用は必須とあり、皆さんしてました。まあ、献血とかはやっぱそうなのかな。まあ、だとしてもさ、マスクを必須、着用必須っていうのってどうなのって、やっぱり、まあなんかさ、もうわかんない。これもね、だからさ、まあこれいろいろ最近いろんなこと思ってんだけどさ、私もさ、なんかその日本で生きるのと、イギリスみたいなとこで生きるのってさ、なんかその常識が違うじゃない？常識っていうか、これが当たり前っていうのがさ、やっぱ各国違うわけじゃない？で、だとは思うんだけど、まあ、ここにロンドンに住んでる人からしたら、そういうなんかその必須とかそういうのはもう見ないから、なんかそのマスクしなさいみたいなのは、っていうかそういう場所多分どこもないと思うし、まあ病院とかあるのかもしれないけど、一応そのなんだろう、前の何年か、そのコロナの時の名残でまだサインみたいなやつ、なんか wear face mask みたいな感じのが残ってたりはあるけど、うん、別にやらなきゃいけないっていうのは言われてないんで、うん。ケンケン24さん。24か24歳。マリコさん、皆さんこんばんは。いつもマリコさんに元気つけられてます。元気つけられてます。ありがとうございます。こちらこそ皆さんのね、本当存在がありがたいですよ。なるほど、イギリスは階級まだあるんですね。ありがとうございます。私がロンドン行った時は、中東からの金持ちの子供は、スーパーカー乗りました。あ、子供っていうかあれですよね。要は運転できる子供でしょ、多分。そうそうそう。いや、でも全然そうですよ。アラブ系の、まあ、結構アラブ系の人とかは、まあ私も時々面倒見てるんだけど、アラブ系の人も。アラブ系の人はどっちかというと、家がここにあって、まあ住んでるというよりもどっちかというと、2週間訪れるとか、1ヶ月訪れるとか、そういう感じが多かったりするんでね。もちろん住んでる人もいるけど、実際に学校にここで行ってるっていう人も。でもどっちかというとみんな訪れてる人の方が多いかな。まあ中東の人もいろんな人がいるから、そうそうそう。まあでももちろんここに移民みたいな感じで住んでる人もいるし、もう本当中東広いからね。もうサウジも中東だし、エジプトもそうだし、リビアとかもそうだし、チュニジアもアルジェリアもあるしとかね、イラクとかもあるし、そうそう、いろいろなんだけど、うん。まあ階級ってそんなすごい、まあ、なんだろう、いわゆるそういうスウェーデンとかノルウェーみたいな、そういう北欧みたいな、そういう平等っぽい社会とはまた全然違うよね。イギリスは。もうなんか、別に、まあ、そんな別にその階級ってなんて言うんだろう、まあ私は特にこういう業界にいるから、私そういうほら、まあ確かにその英国の何、ちょっと上流階級向けの人とか、結局あとここの富裕層の人とかとの、そういう教育関係の業界にいるから余計そう思うだけで、まあ、でもだからといって何か、その人たちが何か、なんか違うことをしてるとかでもないんだけど、まあ違うことしてるか、一応、うん、そうそう。まあ、なんだろう、でもその、なんかね、両方が分かってるっていうか、例えばその別にその階級がなんか上でもなんか、ま、中流でも下でも労働階級でも何でも、なんかそれぞれの階級を分かってるんでね、自分たちはどこの階級なのかっていうのをなんとなく分かってて、なんとなくそれで成り立っちゃってるっていうか、なんか結構で、あとお互いにリスペクトがあるのね、結構。そうそうそう。別にその上流階級だからってその労働階級の人と話さないとかそういうことじゃないし、逆にそういう上流階級の人は労働階級的な人がやっぱ必要じゃない？やっぱそのガーデニングをやってもらったりとか、家に入って掃除してもらったりとか、まあ、でも労働階級ってほどでもないけどね。なんていうのかな。なんか名残があるっていう感じ。やっぱりその昔からなんとなくそういう人を雇ったりとか、で、雇われる側も、まあ、自分はそういうことをやって、そのね、そこのいろんな家に行ったりとかやるっていうことが分かってるみたいな感じで、別に、うん、なんか別に、だからといって、その、なんか摩擦はないよね。そうそうそう。それが、まあ、ある意味、イギリスの面白いとこだなとは思うけど、摩擦はない。なんかそういう、うん。MU さん、週末に上の声に来ました。外国人の方がびっくりするくらい増えてました。外国の方はマスクしてないかなと。日本人はマスクしてる方がまだ多いですよ。あ、やっぱ、日本人はまだマスクしてる人が多いんだね。うん。まあ、外国の人、まあ、いろんな外国の人がいると思うけど、してないっしょ。多分。てか、ロンドンでも、私はその、この前ちょっと話、なんだっけ、コミュニティページに書かせてもらったけど、そう、私、先週ほら、コロナになったじゃない？で、それで一応さ、念のためと思ってね、いや、私ほら、他の人に移したくなかったし、で、あの頃まだ陽性だったけど、ちょっと移動しなきゃいけなかったけどね、キャットシティングの家に。で、
だからでも私はさ、ちょっと遠慮がちにさ、一応マスクしたのよ。一応やっぱ誰かに移したらあれだなと思って、まあ気持ちでもね、まあ別にそんなマスクしなさいとかないんだけど、一応して、でもやっぱ逆に目立っちゃってさ、なんか、あと道歩いてても逆にマスクしてることで目立っちゃって、なんか逆になんか私がコロナ陽性ってバレてんじゃないかとか、まあ別にバレててもいいんだけど、なんか逆になんかすごくなんか見られてる感じがして、で、こ多分ね、外国では多分ね、マスクしてる人ってあんまいないんですよ、本当に。まあ、時々いるよ、おばさんとか、なんかおじいさんとかおばあさんとか。時々いるけど、普通の人でも、まあ、普通っていうか、まあ、おばなんかそういう、私と同じくらいの年齢の人が普通いるけど、でも、基本もうしてないですね、もう、本当、うん。みつるさん、マラソン趣味で成人平均の2、3倍食べるので、量です。あ、量必要ですね、じゃあ。うんうん。ね。まあいいですよ、動いてらっしゃって。はるさん、母が通っているデイサービスでマスクはつけてくださいと言われました。まあ、やっぱ医療系はね、でも確かにつけた方がいいような気もするので、やっぱり、ほら、コロナが一応風邪っぽいとは言っても、ただ一応風邪っぽいわけじゃない。一応病気なわけじゃない。当たり前だけど、ウイルスだから。やっぱり、そうそう。だからそれはちょっと、あれかなとは思うね。うん。なんか、やっぱり確かに、ウイルスがその年寄りの人にうつったらさ、確かに大変じゃん。うん。そう。で、みつるさん、クラス理解してる楽ですね。クラス、あ、まあ、階級ってことね。うん。まあ、イギリス、そうだね。まあ、なんとなく、まあ、顕著に分かるわけじゃないんだけど、多分私が自分の仕事の業界がそういう業界だから余計それを毎日感じてるだけなんだろうけど、うん。マスケイコさん、マリコさん、本当にコロナかかったんですよ。元気すぎます。たった30分で元気。本当にかかりましたよ、先週。うん、陽性、陽性。なんかね、おかしいと思ったの。なんか前の夜の日に、なんかちょっとおかしいなと思って、ちょっとなんか具合悪いなと思って、で、それで次の日に起きたら、すごい具合悪かったのね。で、これコロナだと思って、私も1年半前にコロナになったことあるから、あ、これはコロナの症状じゃない、やばいなと思って、で、体もあちこち痛くて、で、お腹とかもちょっと痛くて、どうしようとか思って、なんか私はほら、その前の週にやった血液検査で、ちょっといろいろと、お腹関係もやったから、それのあれで、なんじゃないかとかいろいろ思ったりして、そう。で、だからその日はね、で、あと熱も出たのよ、その時。で、いや、38度4分とかも出ちゃったから、やばーと思って。で、まあ、とりあえず、まあ、でも、そのテストしたら、やっぱりコロナ陽性になってて、あーと思ったから、そう、それで、うん。でもね、次の、その夜の、その時の、その日の夜からも熱下がってたのよ、そう。うん。だからね、まあ、咳とかは結構まだ出たりするんだけど、特に夜とかの寝る前とかそういう時にね。うん。ゆうちゃむさん、こんばんは。こんにちは。猫さん、こんばんは。初コメです。いつもありがとうございます。こちらこそです。勤務している保育園では、園舎内の保護者の出入りが復活しました。ノーマスクの方もいます。私たち職員は5月から自由になるです。あ、よかったですね。だからね、こうやってね、だんだんね、まあ、日本の場合はやっぱり特にだんだん様子を見るっていう感じかな。やっぱりね、今回やっぱ日本、やっぱ島国っていうことがやっぱ、出ましたよ、出ましたよっていうか、やっぱりね、そういうのあると思うの、も、無意識的にも。やっぱりその、外からのものっていうものを、ちょっとこう、構えるっていうのが多分日本ってある気がするんだよね。で、だから、そのウイルスとかも元は外から来たものだから、だからすごい本当日本鎖国してたじゃん、本当に。そのコロナのピークの時とかはね、本当、日本人は入れたけど、ね、外国人は入れないとか、そういう、まあ、理由がなければ入れないみたいな、特別な理由がない。でも、例えば、ね、永住権持ってますとか、そういう人だったら確か入れたと思うけど、そう。いや、でもね、本当ね、まあ、最近余計思うことは、いやさ、なんか、なんで最近これ思うのか、なんか、やっぱ、日本で生活するっていうのと、欧米の、まあ、欧米のって言いたくないっていつも言っときながら言ってる。欧米の先進国の方ね。欧米もいろいろあるじゃない。なんかその、アメリカだって欧米だけど、まあ、ヨーロッパにあるルーマニアも欧米だし、クロアチアも欧米だし、リトアニアも欧米だし、とかなるわけじゃない。そう、欧米のくくりで言っちゃったら。そう。でもその、G7 に入ってるような、その、いわゆるドイツとかさ、その、フランスとかさ、アメリカとか、そういう、感じの、って言ったら、やっぱ日本も一応 G7 に、まあ G7 がこの目安になるわけじゃないかもしれないけど、ただ、いわゆる先進国なんだよね、日本は。一応世界では。うん。ただ、やっぱり社会は、先進国って感じの社会じゃない気がするんだよね、日本って。うん。なんか、なんかこう、社会、やっぱりね、その、事件の、変な事件っていうの結構日本多くて、で、あと、やっぱり日本人、
なんかこんなこと言ったらちょっと炎上するつもりで言うわけじゃないんだけど、なんかやっぱ日本人で余裕がない人が多いっていうか、まあこれ見てる人は別に余裕ある人だと思うけどね。そう。でも、なんかね、例えば何か誰かが間違って何かしてもさ、いわゆるよ、まあその、まあだから欧米って嫌なんだけどさ、まあ、例えばイギリスで言うとね、まあイギリスってことですよ。イギリスとかだと、まあ笑って終わられるっていうか、なんか、ははみたいな感じで、なんか感じがあるのよ。なんか、社会全体がね、なんか子供が何かしても、ははみたいな感じで終わるんだけど、多分日本だと、そういうのがちょっとこう、叱責されたりとか、何してるのみたいな感じの目で見られたりとか、なんか、ちょっとね。で、私さ、なんか、ちらっとその、引きこもりとか、不登校とか、そういう、なんか、不登校、なんか、そういう、なんか、たまたまなんか、YouTube ちらっと見てた時にさ、なんか、なんか、私、ほら、もう、ここの人になっちゃ、ここの人になっちゃってるか、もちろん、日本の教育は、やっぱちょっとそこまで、ちょっと疎くなっちゃったよね。日本の教育というか、日本のその、システムっていうかさ、なんか、学校行きたくないなら、ホームスクールやればいいじゃんとかって、私は普通に思っちゃってんだけど、ただ、それ無理なんだよね、日本では。多分、ホームスクーリングが、ダメだから、でも、だからそうやって不登校で悩んでて、で、逆になんかそれって、いや、逆にホームスクールって言って割り切っちゃった方が、その子のためにもなるし、親のためにもなるし、まあ、社会のためにもなるんだけど、結局は。そう。なんかそれで、いや、やっぱ学校行けない子は行けないと思うのよ、私。別に行けない子は行けないっていうか、その行きたくない子は行きたくないと思うのよね。うん。だから別にホームスクールすればいいじゃんって思っちゃうんだけど、だからその選択肢がやっぱり日本ってそんなに、奨励されてないっていうか義務教育ってことで多分学校に行ってないとまあその市とか区からまあ指導が入ったりすると思うから余計そうやってさなんかこうみんな必死な思いでさ子供を行かせようとしたりとかまあね親だってすごい大変だろうしさそういろんな人のからのプレッシャーとかでねそうだなと思うんですよね。うん、ゆうちゃん、ゆうちゃむさん。はい。介護職員ですが、コロナのせいで利用者さんが家族になかなか会えないのが寂しいし、職員と家族のコミュニケーションが取れないのが本当に嫌です。いやさ、これもどうにかしてほしいよね。ちょっと日本これ早急に。なんか、イギリスは確かに前すごくロックダウンで、もうすごい制限されてたのね、昔。昔っていうかもう2年前、まあ2年前、1年半前くらいまでね、結構。でも、やっぱり介護とかそっち、そういう、まあ、老人ホームとかそういうのも全然一応、会えるようになってるとは思うんだよね。結構前から。そうそう。いや、でもね、職員ともコミュニケーション取れない、家族ともコミュニケーション取れないって、今までさ、頑張って生きてきた人たちじゃない。まあ、まあ、昭和世代よ、要は、今、老人ホームに入ってる人たちっていうのはね。だそういう人たちの、そういう病気になってる時に、まあ、悲しいよ、それで、ね。コミュニケーションが取れないってね。やっぱね、病は気からになっちゃうから、やっぱりいや、ほんとそうなのよ。こうやってね、人とも友達と話すとか、なんか、まあ、ちゃんとフェイストゥフェイスでね、一緒にコーヒーするとかさ、コーヒーじゃなくても一緒に座って喋る。まあ、お互いに喋る。他の老人ホームだったら他の老人ホームの、入ってる人と喋るとかさ、他の老人の人と話すとか、そういうの、やっぱね、コミュニケーションが、取れない、要はコロナのせいでね、もう本当悲しい話だと思うんだよね。だからそれ、ちょっとね、もう本当どうにかならないのかなって思うんだけど、だから日本はちょっとやっぱビビりすぎだったのかなと思うのね、コロナに関して。で、もちろんすごく厳重なのはわかるけど、もう、なんかある程度免疫つけとかないと、まあそんな、だからってみんながね、大変な思いするのは怖いけど、まあもう2、3年経ってさ、もう、やっぱり逆に言うと、今ここで免疫つけてないと、これから将来的にちょっと大丈夫って思っちゃう。だってほら、外国の人はさ、多分、免疫かなりついてると思うんだよ。私も結構かなりもう免疫ついてると思うんだよね。だから今回のコロナ、あんまり、大変じゃなかったなと思うのね。うんうんうん。エリカイムさん、はい。日本は先進国と言わないくらい貧乏です。マリコさんがおっしゃってるのは正直、中毒という名前で本も出て、ごめん、正義中毒という名前で本も出てました。面白かったです。あ、そうなんですね。なんかさ、いや、ほんとさ、まあ、私もわかんないんだけど、でも全然違うとは思う。なんか、だから、例えば、私が、ドイツに、例えば、なんか、住むことになりましたとか、デンマークに住むことになりましたとか、ノルウェーに住むことになりましたとか、まあ、アメリカはちょっとまた違う。あそこもあそこで島国だから、ある意味。あそこもね、また違う国ではあると思うけど、まあまあカナダに住むことになりましたとか、ならまだいいとか、オーストラリアとかニュージーランドだったら、別に私全然なんか、このイギリスに住んでた感じの感覚で、まあ多分住むと思うのね。住めると思うのよ。ただ、
日本にもしも住まなきゃいけないってなったら、やっぱり違うよね。違うっていうか、なんだろう、構えることが違うっていうか、やる、なんだろう、もうなんかその社会の感じが違うから、こっちで当たり前だと思ってたことが、やっぱ日本ではやっぱりそういう感じでは生きれないんだろうなっていうのは思うね。そうそうそう、だからまあいろんなことよ。だからそのまあなんかそのノードラボさんなんだっけ、なんだっけってかさ、スウェーデン発のお二人さん、女の女性の方の人たちも言ってるけど、なんかそのいわゆる日本とかって結構見た目気にしたりとか、まあ、人のこのどうとか、あと女性だっていうこととかが、やっぱりすごくなんか、言われるっていうか、まあ男性社会なんだけど、日本って。まあそれはすごく思うのね。やっぱりイギリスに住んでると、なんか男性女性とか、まあもちろん関係はあるけど、でもあんま関係ないっていうか、で、あと見た目とかで誰かが何を言ってるとかもあんま聞いたことないし、あと、まあもちろん細かく言えばあるだろうよ。その若者のなんか仲いいグループでとかさ、なんか、何々ちゃん可愛いとかあるのかもしれないけどさ、ただこの普通にね、普通にこういう仕事しててっていうかさ、なんかこういう、なんていうの、普通の感じではないし、まあいろんな見た目の人がいるからっていうのもあるんだけど、ロンドンとかは。うん。あと、やっぱり女性はすごい働いてんだよ。やっぱみんな。まあ働いてるって日本も働いてんだけど、こっちの女性たちって、その、CEO とか、あとそういう、まあ、外科医やってますとか、なんかその、日本では男性がよくやってるような仕事っていうのを、こっちは女性が結構やってたりするんだよね。そう。だから、保証されてるからでしょ？その別にその、まあ、なんか私、ちらっと他の誰かの YouTube 見たとき、なんか結構、こっちでは、女性結構外科医も、まあ、手術してる人も女性いっぱい多いって言ってて。まあでも確かに日本で外科医が女性ってイメージないかもなって私思って。そう。なんかでもこっちはほら時間、それこそパートタイムとかでも仕事できるからさ、お医者さんとかでも別に週なんか20時間も30時間とかもできるだろうし、そう。だから、なんだろう、その、だよね。まあ、それ別にイギリスだけじゃなくて、他のなんかノルウェーとかさ、他のヨーロッパのそういう先進国、それこそ先進国って言われてる国とか、そう、が、結構そうだと思うし、あと、やっぱり、なんかその、社会全体が、その、社会を、みんなが、生きやすい国、生きやすいところにしようっていうのの感覚があるなと思ったの。だから、それが、まあ、子供に対することとかも、まあ、じゃあ、子供の面倒見るんだったら、こういう、その、まあ、その、まあ、こっちはほら、全部犯罪証、無犯罪証明って言うんだけど、要は犯罪とか、犯罪歴がないですっていう、そういう証明とかも出さないと子供のと関わる仕事とかできないのね。とか、子供だけじゃなくても、そういう、vulnerable な人、まあ、要はその、まあ、弱者みたいな感じの人とか、まあ、そういう人と関わるときもそういうのがないとできないし、まあ、あと、なんか社会全体でやっぱり、なんかこう、良くしていこうっていうか、まあ、そういう、ちゃんとした、そういう制度があるような気がするんだよ。日本に比べるとね。まあ、日本もいい国だしさ、いい国だとは思うんだけど、まあ、やっぱりね、男性社会っていうのが、やっぱり根底にすごくあるのかな、日本社会って。だからやっぱりやりにくいのかな、なんかいろいろ。うん、うん。まあ、あと、政治もほら、やっぱ世襲制でしょ。ね、昔自分のおじいちゃんが総理大臣でしたとか、なんとか大臣でしたとか、の人たちが結構やってるのがほとんどだから、日本って。まあこっちもあるよ。イギリスは結構あるよ、そういうの。うん。って言って、他のヨーロッパの人は、まあうちのポルトガル人の友達も言ってたけど、いや、イギリスは結構逆に世襲制だったりもするとかあると思うけどねって言って、まあ確かにそうなと思うんだけど、見てるとね。うん、そうそう。ボリス・ジョンソンとかね。うん。はい。学級委員会社会からそろそろ脱出を検討しています。とりあえずエミレーツかな。あ、UAE、エミレーツ。まあ、ドバイとかね、まあ、活気あるんじゃないですか。うん、もう全然私、ドバイ全然行ってないけども、もう何十年も行ってないですけどね。うん、でも活気あると思うよ、ああいうところの方が。うん。若い人いっぱいいるだろうし。うん。確かに日本では、ヤフーニュースにたまたま出ていた芸能人のスキャンダルのネタを自分のことのように攻撃したりして笑います。みんな暇なんでしょうか？イギリスどうですか？どうだろう。なんか日本ってさ、日本のニュースしか基本見ないでしょ。だから余計、なんだろう。暇なんだと思うのよ。そうそうそう。てか、日本のことしか興味がないというか、まあ、なんかさ、その、ここもまたちょっと他の国の人とちょっと変わることかもしれないんだけどさ、日本って基本的にみんな日本語喋ってんのよ。で、別にそれいいんだけど、日本だからもちろん。ただ、で、しかも、その、英語を、ペラペラで話せるっていう人って、あんま日本ってやっぱいないのよね。はっきり。その、日本を、普通に、だから、
どっちもいけるみたいな人。だから、ああ、なんか別にニュースがこれ、なんか何でもいいよ、ニュースでも何でもいいんだけど、この情報が英語で来たとしても、普通に日本語のように読めるって人があんまり日本っていないのよ。で、いるといえばいるんだけど、まあ、そういう、何、外資系の仕事してますとか、外国人関係といろいろやってますとかね。まあそういう、でもそれがみんななわけじゃないじゃない。その別にシンガポールみたいに誰でも英語は普通にできますみたいなのとは違うから、だから、取ってる情報がもう日本語で書いてある日本の情報しか基本ないんだよね。そう。だから余計そういう余計いっぱい見る人が多いってことよ。そのヤフーニュースのその芸能人のスキャンダルっていうニュースを見る人が。そう。それもあると思うね。まあ、イギリスもね、まあ、なんだろう。だから、ね、その、自分のようなことに攻撃したりしてて、要はその自分がされて嫌だったかのように、自分がされたからに攻撃して、だから、いつもこれ私言ってることなんだけど、人のことを攻撃する人、まあこれ、なんか日本では結構そういうマナーが悪いっていうのも聞いたりするんだけど、なんかまあ YouTube 上とかでもね、なんかそういう変なコメントをする人がいるとか、攻撃するような、その YouTuber に対してコメントする人が多いとかって聞いたりするんだけど、まあ、もう明らかにその人たちはやっぱり自分が満たされてないからなのよ。だって、自分がいつも言う話だけど、これスピ系でもあるけど、まあ、基本的に思うんだけど、まあ、人間になるかもしれないけど、まあ、自分がさ、満足したら、そんな人のこと、そんな結構どうでもいいっていうか、なんか、うん。で、あと、他の他人のことを攻撃したりとかっていう気持ちにならないと思うんだよね。そう。だから、やっぱり、そういう、だから、まあ、やっぱり、日本、だからそれを言いたくて、私も。なんか、日本の社会では、その不満を抱えてる人がすごく多い気がするのよ。なんかでその不満もでもその人たちのせいじゃないところもあったりして、なんかそのやっぱり社会がそういうちょっとその枠から外れようとしてる人とか、なんかちょっとそのなんていうの、その線路っていうか、その路線、そのある一定のやっぱ路線っていうのが日本ってやっぱまだあって、そのこういう路線から外れた人を、まあこばれた人って言い方変なんだけど、路線から外れた人を受け入れるっていうか認めたりするような社会ではないんだよね。なんかその飛び出た人っていうのを、なんかあの人は変っていう感じで言う感じの社会だと思うのよ。だからそこが私は先進国じゃないんじゃないって言ってるんだけどね、そこの理由が。そう、なんかまあ当たり前だけど、先進国っていうか、まあ先進国じゃなくても、まあやっぱりどんどんやっぱり発展していくっていうのは、やっぱりそのイノベーションとかね、まあやっぱり新しく何かを作ってみるとか、あとこう違う、今までとは全然違う斬新的なアイディアでなんちゃらとかさ、そういうのがやっぱり、そういう社会っていうのがあると思うんだけど、そういうね。でも日本ってどっち、まあ言ってるよ、それはなんかスタートアップがなんちゃらとか、まあ一応口では言ってるけどさ、でもなんかその、だからといってじゃあ外国人がそのね、日本になんか移住したいかっていうとさ、まあ、保障されてる、まあ、ある意味ね、まあ、移住するって言っても、その本当にもう、その外国人が住むようなマンションに住んで、まあ、家に住んで、で、外国人が行くような、スーパーが近くにあってとか、港区に住むとかさ、渋谷に住むとか、渋谷区に住むとか、そういうんだったらまた違うけどさ、それじゃなかったら多分、そんなになんか、その住んで税金を納めるっていうこととして、で、魅力的かっていうと、まあ、いろいろな他にね、魅力的な国はいっぱいあるよねと思っちゃうよね。なんかもっと自分らしく生きれるっていうか。で、やっぱ、あと、当たり前だけど、日本語はやっぱちょっと難しい。はっきり言って。うん。新参者には日本語は難しいと思いますよ。うん。やっぱり。だから、それの、そこでちょっと難しいっていうのもあると思うけどね。うんうん。はい。ごめんなさいね。MU さん。今は私の母の、病院の面会、オンライン面会が主流で、病院に行ってもらえません。とても寂しいです。いやー、ちょっとオンライン面会、ちょっとこれどうにかなんないんですかね。いや、なんかさ、日本ってさ、そういうペティションとかある。なんかそういう嘆願書みたいな。なんかそういうのが、まあ、あったらそれでやって、国民の声ってことでやれればと思うけど、まあ、結局、なんかやっぱり、声上げていきたいなとは思いますけどね。うん。うん、いや、大変だよ。嫌だよ。そりゃ、オンライン面会ってさ、やっぱ嫌じゃん。なんか、うん、会いたいよね。だって今まで、コロナそんな大変じゃないっすよ。うん、もう、チョコさん、はじめまして、こんばんは、こんばんは。エリカ・エムさん、日本人は英語コンプ、要はコンプレックスってことが、見にくいので、ひがみも、だから英語でし、友達と話した時に知らない男性に、
生きんなよって言われました。あ、私多分ね、結構日本語あんまりよくわかってないんですけど、要は英語コンプレックスって、そう、あのね、それこそ英語コンプレックスとか、で、あんまりそのコンプレックスってまた、カタカナなんだよね。そう、だからそこが、ポイントじゃないんだけど、この、エリカさん多分言いたいことのね。でも、なんかね、日本人っていうか、だからそこで何言いたいかっていうと、日本語の変なカタカナをやめてほしいわけよ、本当に。その日本人が変なカタカナを使ってることによって、ごめんね、エリカさんはあれしてるわけじゃないんですけど、その、エリカさんはほら別に日本にいるから、そういう言い方で知ってるってことはわかるんでね。で、その、例えば英語コンプレックスっていう意味って複雑って意味とかなのね。その日本語で言うとこの、なんかその、引け目を感じるって意味のコンプレックスっていう意味じゃないわけよ。だから何が言いたいかっていうと、そのカタカナになっちゃってるに、英語っていうか日本、カタカナになってる日本語が、元の英語の意味と全然違ったりするわけよ。例えばコンセントとかね。なんかそのコンセントなんて言わない。プラグっていうし、コンセントはそのコンセントって言って、まあ同意するって意味なんだけど、そう、とかだったりとか、なんかその、だからね、そのカタカナを本当に日本人はやめてほしいわけ。で、じゃないと英語はいつまで経っても、うまくならないし、そのおっしゃってるその、いわゆるその英語コンプレックスで、その英語に苦手意識っていうか、その英語ができないっていうことで引け目に感じるっていうのとかで、っていうのも、思いやすいのよ。で、あとその男性に生きんなよって言われましたって。まあ私その生きんなよがあんまりなんとなく日本語のそのニュアンスがわかんないけど、なんとなくで多分わかると思うんだけど、まあ要はなんか調子乗ってんなみたいな感じでしょ。だから、そこのところも、まあエリカさん女性だよね。うん。で、まああと、知らない人男性っていうので、まあそれは嫌な経験しましたよね、エリカさんね。嫌だったよ。うん。だからそういう、私はズバリそれを言ってて、その、変な人がいっぱいいるってことを言ってるのは、こういう知らないこの男性が生きんなよって、その一日本女性で英語を喋ってる人に言ってるっていうようなわけわからないこの状態。これが私がズバリ先進国ではないって言ってることを言ってるのね。日本が先進国じゃないって話を言ってるの。そう。なんか、まあ、なんだろう。あんまそういうさ、他人にそうやってその攻撃しようって人が他の先進国ではあんまいないと思うんだよね、はっきり言って。私見たことないんだよね、あんまり。うん。で、私も結構いろんな先進国行ってるけど、でも日本が先進国って言うんだったら、余裕があることをさ、求めたいわけよ。求めたいっていうか、先進国のさ、まあ、先進国ってなんかこんな、なんかその、なんか先民思想な感じで嫌だけどさ、でも、先進国に住むっていうのって、やっぱり、社会がある意味、ある程度その、豊かだから先進国って言ってるわけじゃない。多分その言葉の意味は。でもそういうことからすると、やっぱりだから余裕がない人が多いっていうか、なんかその、だから不満がある人が多いってことを言いたいんだよね、私日本では結構。なんかそのイメージがあるのね。なんかいろんな、まあ私もさ、そんな日本に住んでないからさ、もう6年以上住んでないからどういう社会かっていうのは確かにあれだけど、でも、なんとなくそれは、いわゆるその他の欧米の先進国と比べると、ちょっとその、不満を抱えた人が、多いかなって。で、それはまた言うように、その人が悪いとかじゃなくて、社会がそういう人たちを増産させてしまってるってことを言ってるね。うん。増田恵子さん、マリコさん、エジプトから、マリコでもいいんですよ。うん。エジプトからヨーロッパで生活始めたとき、スムージーになりましたか？あ、全然馴染めました。っていうか、あ、この話ちょっと長いですけどね。やるんですけど、すみません。あ、全然いいですよ、マリコで。マリコさん、もっと、これ何？妬まれたりと思うんですか？その嫉妬をどのようにやり過ごしてました？え、妬まれたりとかないですよ、エリカさん。っていうのも、私はあんまそういう人と関わる時がないっていうか、なんか私の周りって日本で東京でも、基本みんな英語ペラペラで喋れる人なのね。そう。だから、そういう人たちとつるんでるから、で、あと別に、まあ会社でも別にそういう、なんか、英語はペラペラ系のが当たり前みたいな感じの人、そういうところに、行き来してるっていうか、だから、そう。だからね、そういうのはあんま逆になかったですね。みんな私みたいな感じの人？そうそうそう。うん。そう。で、ケイさん、マリコさん、こんにちは。日本は物価上昇がじわじわ来てます。ああ、でもね、日本でもね、物価上昇してくると思いますよ、これは。うん。うん。別にさ、すごくなってくるんですよ。日本初ニュース見なくなります。日本から発信のニュース。BBC もあれなことありました。BBC ありましたよね。ジャニー北川の話とか。うん。エリカさん、変な人ばっかりですよ。新宿でもずっとわざとぶつかる男性がいて、いつまでも捕まりません。ああ、大変ですね。カタカナ英語、違う意味で使ってる日本は私も同感です。いや、そうなのよ。カタカナ英語があるから日本人がいつまでも英語はできないって話なの。そう。だからね、私の多分ね、
YouTube 見て多分わかるかもしれない。私、カタカナ全く使わないのね。カタカナの日本語の。私は日本語で話してるときは、日本語しか使わないようにしてるの。で、英語で話してるときは英語しか使わないんだけど、そういう感じでやってます。じゃないと、で、だから逆に言うと私、日本人の人で、なんかカタカナ使ってくる人とか、私言ってることがわかんないのよ。そうそうそう。ごめんなさい、エリカさんに言ってるわけじゃないですよ。みんないろんな人に関して。でも、それは普通に使っちゃってるじゃない、みんな多分。だから、それがまさか、その、実際の英語の、英語のこととは違うってことをみんな分かってないくらいなんだよね。そうそうそう。だからそのくらい日本社会に浸透しちゃってるってことを言いたいよね。オレコハクさん、マリコさんのおっしゃることすごく分かります。日本が先進国になりきれない要因はそこにあると思います。まあ、あとまあ、LGBTQ とかにしても、そうだよね。だから日本だけだっつうからさ、その結婚認めてないの。そう。で、だから、いやね、その結婚認めてないっていうので、やっぱり生きにくいっていうのは だからやっぱりそれだけでも、それ一つ見たとし、それの一つの話を聞いただけでも、なんかやっぱ生きにくいだろうなって思う。やっぱり、だって、そういう、なんか他の先進国の人ではさ、どこでは、まあ他のね、先進国でやってるからって日本もね、右見てやらなきゃいけないとか、そういう論理ではないんだけど、ただ、珍しい国だなと思う。だからそういう意味で。なんかその先進国って歌ってるわけじゃん。だって日本は。歌ってるんだけど、そういう LGBTQ とかはやってます。の結婚は認めてませんとか、あとやっぱ社会が生きづらい社会ですとか、そのそういう、なんかその、何、変な人がいっぱいいますとかね、自分、やっぱ不満を抱えてる人がいて、まあそれ不満を抱えてるのは社会が、そういう人たちを、いろんな違いとかを認めない状態だから不満を抱えてる人が社会に多くなっちゃってるってことなんだけどね。そう。だから悪循環なのよ、本当に。うん。だから、その、まあ教育とかもそうなんだけど、その、だからじゃあ引きこもりでね、要は登校、不登校だっけとかになったんだったら、それはホームスクールやりますって言って、もうそういうふうに、そういう選択肢があればね、もうそれでいいのよ。そしたらその子がさ、まあじゃあ分かった、小学校の時はまあね、ホームスクールやってさ、まあどうにかやって、まあ他のホームスクールの人もいるだろうからさ、その同じ近くに住んでる人とかで、でそういう人たちと交流したりとかでもいいし、まあ週に1回、何土曜日に、まあ自分は野球だけは好きだから野球だけはじゃあそのね、そのリドルリーグ行きますとかさ、それだけでもいいしさ、それでちょっとずつやっていくっていうのもいいしさ、なんかその別に学校行くことが全てじゃないからさ、その小学校とか幼稚園とか、こう中学校とかね。うん。で、あとね、その、先ほど、そう、増田恵子さんのご質問ね、エジプトからヨーロッパで生活始めたとき、スムーズになじめましたかなんですけど、私エジプト住んでたの結構昔なのよ。もう20年前 ?2005 年とか2008年とかだったんだけど、そう、うん。で、その後、一回日本に戻って、で、ちょっと会社で働いて、で、その後、オランダに今度行って、で、それでまた日本に戻ってきて、仕事してて、まあ日本とか東京ね、まあ全部東京なんだけど、そう、で、働いてて、で、それで6年前にロンドンに来たって感じなんだけど、まあ、ロンドンはね、すっごく住みやすいのね、本当に。で、それこそ、エジプトで名残が、私ね、ロンドンがなんで住みやすいかと思ったかというと、まあ、ちょっとそのエジプトとかそういう、まあ、他の、まあ、日本とかそういう、まあ、いろんな国に関する、まあ、あとアメリカとかもそうだと思うんだけど、関わってと思うのは、ロンドンって結構何でもありっていうか、なんかやっぱり、その、まあ、例えばバス乗っててもさ、まあ、アラビア語喋ってる人もいるしさ、スペイン語喋ってる人もいるしさ、まあ、私アラビア語とスペイン語ね、結構できるんだけど、まあ、結構できるっていうか、アラビア語もう忘れてるけどね、結構、まあ、読み書き一応あれだけど、一応はでもできるっていうか、その、なんだろう。やっぱ聞いててわかるのよ、そう。で、なんかやっぱりロンドンに聞いたときに、聞いたときじゃなくて、ロンドンに来たときに、やっぱりその、なんとなくその昔の、やっぱりさ、自分にとってさ、もちろん日本語喋ってるんだけど、やっぱりアラビア語の時の時代もあったし、スペイン語喋ってる時代の時もあったから、なんかその時の言葉がチラチラって聞こえたりとか、まあアラビア語聞こえたり、スペイン語聞こえたりとか、まあ英語も聞こえてんだけど、まあそう、なんかそれがなんか懐かしかったっていうか、なんだろう、すごい、やっぱ肯定されてる感じがしたのよ、自分を。なんかそういうのを聞こえるだけで。うん、聞こえるだけで、なんだろう。肯定されてるっていうか、なんだろう、あ、懐かしいなっていうか、みたいな感じの、なんか、で、それもほら、一部だから、私にとって、私の人としてね、なんかその、アラビア語喋ってた時代とか、スペイン語喋ってた時代とか、
そう、スペイン語はね、ちなみに高校の時からずっと普通に趣味でやってて、やってるだけなんですけど、そう、でもなんか結構喋ったりしてたんで、なんか懐かしくなったっていうか、うん。そう、だからそういうのがなんか、こう、普通にあるって感じ。そう。で、あとまあもちろん私さ、普通にさ、ロンドンバスで、まあ2階建てのあのバスの中で普通に日本のなんかスピリチュアル系の見てたり、日本のなんか、記事見てたりとかする時もあるけど、まあ、かと思えばさ、目の前のおばさんがなんか、まあ、多分その人はアフリカ系の、まあ、フランス語圏の人だと思うんだけど、まあ、フランス語の、まあ、アフリカ系の人のフランス語なんか TikTok 見てたりとか、そうそう、なんかちょっとおもろい感じの見てたり、まあ、見えちゃうからね、別に私見たいわけじゃないんだけど、見えちゃったりとか、そう、あとなんか隣の人は違うの聞、なんか見てたりとか、なんか、違う言葉のいろんなの見てたりとか、なんかやっぱり本当になんか、そのいわゆるニューヨークみたいなとは違って、なんかこっちって本当もう自分たちのエスニシティっていうか、自分たちの文化とかこう前面に出てくる感じの、なんかそういう前面に出して OK みたいな感じのがやっぱりあるんだよね、やっぱり。うん、だから、まあ、元新参者のまあ外国人っていうのが多いからさ、まあ私もそうなんだけどさ、そうそうそう、ここはね、そうそう、ロンドンは。そう、だからそういう意味ですごい住みやすいんだよね。うん、だから、いや、エジプトとかよりもむしろこっちの方が住みやすいよ、全然。うん、そう、ロンドンの方が全然住みやすいし。まあ、まあ、エジプトと日本で言ったら日本の方が住みやすいだろうけど。そうそうそう。うん、増田恵子さん言われてることよくあります。ありがとうございます。理解です。大丈夫です。マリコさん日本人だから日本語での英語使ってます。あ、そうですね。もちろんもちろん。外国人の友達には和製英語は使用しません。おっしゃる通り。通じませんからね。そうそう、そうなのよ。だから、そう、わかるので、私もね、でも、そうそうそう、エリカさんのおっしゃる通りで、私も確かに日本人だからわかるんだけど、でも、日本、やっぱね、それもね、疎くなってくのよ。要は、結局、もうずっとここに行って、普通の本場のっていうか、普通の英語の英語になっちゃってるでしょ。だから、日本語、日本人が喋る、ちょっとしたその英語の、なんかそのカタカナが混ざってるのは、そのあんまり、なんか結局私も聞かないっていうか、そんなさ、私も日本人の人と友達なわけでもないっていうか、ここで。まあ、お客さんとか時々いるけど、でもそんななんか、そうね、なんかだから結構もうどっぷり普通にさ、ロンドンに住んでると、ほら、いろんなお客さんになってくるから、別に日本人相手に商売してるってわけでもないから、そういろんな国の人相手だから、結局英語を使うことが多分多くなってくるんでね。で、多分、そう、そのさっきも申したように、結局、まあ私の周りの日本人って英語ペラペラな日本人なのよ。要は、その高校以降の名残で、東京でね。だから、周りの日本人も、ちゃんとした英語が本当に分かってる人たちになっちゃうから、結局その英語にでしか喋ってないね。だから逆に言うと私は本当にね、まあ、その変な意味で一般の日本人という意味じゃないんだけど、一般の多分その日本のずっと、日本生まれ日本育ちで、日本の学校にずっと行ってて、で、日本の会社とかに働いてますみたいな人たちとは、私本当接点ないのよ、実を言うと。そう。だから、そうなのよ、接点があんまりないのよ。うん。そう。だから、それこそこの YouTube 上で、まあ、いろんな人と、喋ってるのかなって思うくらいで。そう。だから、そういう意味では、ある意味狭いと言えば狭いんだけどね。日本社会の中でも、なんか特別な日本社会に生きてるって感じで。うん。JA さん、マリコさんの動画にたどり着いては本当に幸せ。はっきりと思ってることを発信してくださってるのがよくわかるし、嘘がないなと感じてます。ありがとうございます、JA さん。そう言っていただけた幸いです。まあさ、いろいろさ、あるんだろうけどね。ほら。まあでも、いろいろあるんだろうけどって、ほら、こう、はっきりと言ってるとあれだから、なんちゃらかんちゃらとかあるのかもしれないんだけど、まあでも、なんか別に、もう、はっきりと思ってること言っちゃうわ、私。うん、そうそうそう。なんかその、誰かが言わないとっていう、日本も気づかないんじゃないかなとも思うし、なんかまあ、だからといってさ、その、私はさ、その、日本が嫌いとかそういうのじゃない。日本は好きなのよ。日本の神々も好きなのよ、私は。で、日本の神社も好きなんで、日本の、やっぱり、まあ、いろんなさ、余裕がない人が多いとか言ったけど、でも余裕がある人もいっぱいいるじゃない、日本人。私結構助けられてるっていうか、なんか、まあ、だから逆に言うと、その私ってほら、ちょっとやっぱ外人っぽくなっちゃってるから、ちょっと外人なのかなって一瞬なんとなく思って接してくる人とかもいるのね、なんとなく。まあでも私が喋り始めたら日本人だってのはわかるんだけど、そうそうそう。でも、まあ、なんかね、別にいろんな人、ちゃんとよくしてくれる日本人の人とかいるのよ。親切な人とかさ、こうで、ここです、あっちですよとかいろいろ、親切な人もいるんだけど、うん。まあ、ただね、そうじゃない、そういう余裕がない人たちっていうのがいると、なんかそういうの話を聞くとね、なんか日本ってやっぱちょっと怖いなっていうか、なんだろう、ちょっと住むのって大変なんじゃないかなって思ったり、
するんだよね。うんうんうん。琥珀さん、俺琥珀さん、女性は特に生きづらいさを感じます。政治家になる女性は漏れなくセクハラに遭う社会です。びっくりしました。まあそうだろうね。なんかそういうイメージがある。なんかその、生きづらさ、いや、私もだって日本に帰りたいかって思うと、なんか なんか、全然訪れるのはいいのよ。それこそ訪日外国人的になんか温泉行きますとか、なんかその、なんか東京でなんか、なんか、ドン・キホーテで買い物みたいなのとかさ、そういうのは全然やりたいのよ。あとなんかその、バー行ったりとか、なんかレストラン行ったりとか、寿司食べたりとかさ、そういうのやりたいんだけど、まあ住むとなると、やっぱりほら、社会に、で住むってことじゃ当たり前の話なんだけど、やっぱりね、あれなのよ、一回やっぱりね、自由な空気を吸っちゃうとね、先進国の、ガチな先進を、先進国の自由な空気を吸っちゃうと、やっぱ女性としてはね、なかなかちょっと日本っていうところに戻れないんじゃないかなと思うけど、でも逆に言うと私、日本男性で、いわゆる欧米の先進国で生き生きしてるっていうか、その人って、まあいると思うけど、その日本男性の場合はほら、日本でも生き生きできるでしょ？そう。でも日本女性の場合は、なんか、で住める人はね、その、いわゆる、欧米の先進国系の欧米の先進国だとやっぱ行きやすいと思うので、もちろんこれがさ、まあ、外国って言ってもいっぱいあるから、その例えば東南アジアとか、まあ、東南アジアもいろいろあるんだけどさ、シンガポールとかもあるしさ、まあ、そういうとこは別なんだけど、まあいろんな国があって、そのそこまで先進国じゃないとこってだと別に女性が生きるのが別にたやすいってわけでもないと思うし、まあ、日本の方がその場合いいんじゃないって思ったりすると思うけど、ただ先進国に限るとね、そうそうそう。なんかそういう、やっぱ住みやすいのかなって思うからね、女性は。やっぱりそういう欧米の先進国って。うんうんうん、みつるさん、確かに、擬態語以外、カタカナはあまり使わないですね。うん、それでいいと思いますよ。うん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 。特にその海外とやり取りしてる人っていうのは、そういう癖つけとくといいかもしれない。うん、で、増田恵子さん、報道関係者でも、それ日本語と思うことがあります。そうそう、わかる！私もさ、なんかさ、で、しかも間違っ、だからさ、ほんとか、もう勘弁してほしいよ。こっちはさ、日本のね、情報をさ、で、今さ、知ってると思うかもしれないんですけど、Yahoo ニュースってね、今、見れないのね。ヨーロッパで見れないのよ。なんか規定とか、あれがあれで。で、Yahoo ニュース、日本の Yahoo Japan のニュース見れなくて。で、それで、そうそうそう。だから NHK のニュースとかで見たりするんだけど、NHK とかでも、うんって思うとかし、まあ、なんか、やっぱり、そうなのよ。それ日本語っていう、なんか日本語を私は喋ってほしいなって私は心から思ってるんでね。じゃなければ全部英語で喋ってくださいと思う、私は。もう、どっちかにしてくださいって。日本語で日本語を喋るか、それとも英語だけで英語喋ってくださいって。うん、琥珀さん、ロンドンセクハラや男尊女卑はあるのかな？まあ、それね、セクハラとかあるって聞くし、まあ、男尊女卑もあるのかもしれないんだけど、あんまないよ、でも。その日本の感じのはないよ。なんだろう。日本ってなんかもう社会がもうなんか、なんていうのかな。もう男社会っていう社会だと思うのよ。で、それはやっぱり私は日本にも住んでたことあるし、まあ東京に住んでたこともあるし、ロンドンに住んでるから余計それちょっと思うんだけど、なんか、ロンドンではあんまね、なんかその見た目のことについて言っちゃいけないっていうのはやっぱ暗黙の了解であるのね。女性に対する見た目とか、まあ体型とか、まあいろんなこととか、あとまあそれだけじゃなくても、女性だけじゃなくてもね、いろんな人のその見た目。だからほら当たり前だけど、ロンドンっていろんな人がいるでしょう。そういう、なんだっけ、いろんな、まあいろんな人種の人がいるから、だから余計それで見た目のことを言わないっていうのはあると思うんだけど、うんうんうん、そうそうそう。そう、いいと思います。そういう人がこのチャンネル見たいと思います。あ、まあ、多分そうそう、女性は先進国で、まあ、エリカさんあれかな、ヤフーニュース見れないんですね。VPN 必須でしょうか。いや、あんまヤフーニュースそんななんか見ないっていうか、前は、見れた時は見てたんだけど、でも別にほら、見れないなら見れないでいいですって感じ？なんかわかる？なんか、そんなに私もね、だから私、こんなに日本語でベラベラ喋ってるけど、多分唯一日本語でベラベラ喋ってるのは、この時なのよ。YouTube でこれをやってる時と、あと、撮影、YouTube のほら、タロットを撮影してる時、くらいだから、あんまね、なんだろう、なんか私もほら、ビジネス、ここをベースでやってるから、ここの日本、ロンドンベースでやってるから、
あの、の労働拠点にやってるから、あんまりその日本の情報ってそんなに、そこまで、なんていうの、ニュースを見なきゃいけないっていうことがないっていうか、うんうん。で、そう、女性は先進国でやっていきができるようになって行き来するってお聞きします。あ、俺、琥珀さん。あ、そうなんだ。うん。あ、女性専用車両でもね、エジプトあったよ。しかも 2両。の地下鉄でね。でも、ドバイとかあるんじゃない多分。うん。でも、まあ、珍しいよね。女性専用車両は、いわゆる先進国では聞かないよね。でも、なんかね、ロンドンでもね、地下鉄でその、いわゆる痴漢っていうのがあったりするっていうのを聞くのね、最近。で、結構最近それで、なんか、その、そういう、なんか、そのなんか変な人を見たら、通報してくださいみたいな、そういうのも一応見たりするけど、あるけど、でも、なんだろう、もう全然そのさっきの話のそのダンス、いわゆる男尊女卑とか、そのそういう話とかも、もう、なんかレベルが違うのよ。なんか日本のその男尊女卑みたいなのとはもう全然、なんだろう。なんか日本の方がすごい、やっぱり大変な感じだと思う。なんかこっちはそういうのは、やっぱり元から、なんかさ、ヨーロッパって多分そうなんだけど、レディーファーストとかじゃない、結構この国って。だから、やっぱり女性に対しては喧嘩を売れないとか、まあ別に日本も喧嘩売らないけど、女性にはそんなに。まあでも売ってるよね。そのなんか、ぶつかってきたりとか、なんか行ってきたりとか、ある意味喧嘩売ってるわけで。で、なんかこう、ヨーロッパ社会では多分女性にそういう暴言を吐いたりっていうのが、すごくもう最悪な、最悪なことだっていう扱いなのね。本当に。だから、それもあると思う。だから女性守られてるっていうのもあると思うけどね。なんかあんまり、まあ、それでももちろん奥深くにいろいろあるんだろうけども、でも、なんかそこはすごい、なんかすごい最低な人間っていうふうに思われるわけよ、本当に。男性でそういう女性に暴言吐いてる人とかって。だから、やっぱり、そういうのが前提にすごく、多分それって多分ヨーロッパ社会での話だと思う。やっぱりその、多分、元からの話っていうか、で、そういうの聞くけどね。うん、そうそうそう。だからあんまり、なんていうの、まあそれもあると思うけどね。うんうんうん。うん、いやーもうね、結構喋りまくってますが、私。もう今、もう1時間ね、言いましたよ。週末は皆さん何やってたんですか？日本で。うん。ね、いろいろと。まあ美味しいご飯も食べてますでしょうしね。そう。だから私ね、もう完全にだからロンドンでロンドンの生活してる一般のロンドン人みたいになっちゃってるから。そうそう。だからね、日本の情報もまあ、なんだろう、必要って話なのよ。なんかその、自分の、まあもちろんさ、いろんなことを知ることは重要だしさ、なんとなくいろんなことを、まあ NHK ニュースくらいでしか見てないけどね、そう。でも、あとなんかアベーマンニュースだっけ？なんかあれのなんか YouTube で見れるのをチラッと見てても、なんかトピック見るだけで、なんかこういうこと話してんだ、日本で、みたいな。なんかわかる？なんか。うん、なんか全然違うな、なんか違うなっていうか、別にそれをいい悪いとか言ってるわけじゃなくて、なんかもう話題がもうなんかちょっとかけ離れてるなっていうのを思っててさ、そうそうそう。今日は何を飲んでるんですか？私ミントを初めて買いました。香りが素晴らしいでしたが、ミントティーにしてみましたが、ということで。あ、そう、あのね、私も受けるのが、最近私もね、私あんまペパーミントとかの、ハーブティーってあんま飲んでなかったんだけど、最近買い始めて、あのね、私クリッパーのやつで持ってるんだけど、ちょっと待って。あとこれとかかな。これ。なんかね、最近私もね、ミントティーにハマってるんです、増田恵子さん、私も。私ね、私ね、クリッパーとか、あとこの、プッカとかで、でね、私ね、結構プッカの方が好きなのね。なんかね、こっちの、はあんまりと思ったんだけど、でもこれすごく美味しい。うん。クリッパーのね、ブランド、そこまであんま好きじゃなくて、プッカの方が好きだったんだけど、でもこれっちの方が美味しいし、って感じで、そうそうそう。ね、ミントティー、なんか胃とかにいいんですよね。なんか食後とかに。うんうんうん。みつるさん、紳士の国でも近いんですね。まあ、いろんな人がいるんでさ。うん。まあ、あるでしょう。紳士の国でも。うん。いろんな人がいるんでね。エリカさん。はい。マグカップ可愛いですね。どっちなんですか？ミントティーは業務スーパーの。あ、業務スーパーなんですね。まあ、ほら、業務スーパーのほら、買えないからさ、私、日本にもうだって、2年くらい帰ってないし、で、まあ、次帰るのいつって感じ。今ね、もうすごいね、航空費も、高いんで、で、まあ私もそんななんだろう、日本に帰りたいっていう欲求がないんだよね、あんまり。うん。なんかそれだったらイタリアとかスペインとかポルトガルとかのなんかビーチに来たいみたいな。近いし、そうそう、2時間で行けるしとかって思って、そうそうそう。で、J さん、仕事の都合で富士山が見える地域に出張でしたが、天候不良で全く富士山が見えませんでした。東京は横浜
は雨や風が強かった。あ、そうなんですね。あ、富士山行ってきたんですね。まあでもまたね、いつか見えれば富士山ね、いいと思いますよ。こんばんは、マリコさんの。ま、ちょ、ごめんね、見えなくて。あ、語り、楽しいです。お花も綺麗。ありがとうございます。うん。そうね、まあ、イギリス、お茶大国といえば、お茶大国なのかな。うんうんうん。あ、かよさん、0916さんね。ね、結構かよさん、ありがとうございます。間に合っていただいて。一応、でもアーカイブも載せる、載せるだって、載せるつもりなんで。うんうん、いやー、ヨーロッパいいですよ。ヨーロッパいいですよ。というか、なんだろう。ヨーロッパの住む醍醐味ってさ、他のヨーロッパの国にすぐ行けるっていうのがいいよね。それは本当便利。だってさ、パリとかもさ、2時間ちょいでさ、電車で行けんのよ。キングスクロスからね。で、で、この、なんか最近ほら、パリ荒れてるじゃない。だから余計安くなってるじゃないかとか、いろいろ思って。で、ちょっとまあ、安めになったかな、確か。うん、往復で取ってもね。そう、だからそれこそ3泊4日とか4泊5日で行けたりとかもできるし、で、あとなんせほら、時差がないっていうのはいいよね。まあ、時差1時間くらいあると思うけど、まあ、例えばね、こっから、ノルウェーに行くとかさ、まあね、スペイン、ポルトガルとかイタリア行くもさ、ね、飛行機乗って2時間で行ける。しかもその飛行機代も往復で結構ね、安かったりあるし、2万3万とかのもあったりするし、まあ、今はちょっとごめん、今でも、まあ、時々そういう安いチケットがあったりするね。この前私それこそノルウェー1月に行った時に、あれ往復でいくらって書いてあったっけ、1万2000円かなんかで書いてあったっけ、私、うん、で、そんなが2万円か2万以下だった気がするし、まあ、たまたまその時期によったりとか、どういう、まあ、時々なんかいきなり予約した方が逆に安かったり、安いチケットがあったりとかもあったりとか、そうそうそう。うん、でも私は基本的にね、なんだっけ、バジェットエアライン、そういう、格安航空だっけ、なんかそれは使わない。基本的になんか、ブリティッシュエアウェイズとか、そういう正規的ななんか航空会社を使うことにしてて、っていうのも、その方が何かあった時に、まあ、保証っていうか、まあ、保証とかその遅れた時とかね、遅れても別にいいんだけど、例えばその飛行機が飛びませんとかさ、そういう時にもいいし、まあ、あと何よりいいのが、その荷物とかも、1個、まあ、機内持ち込みのとかも無料で、持ち込めたりするから、なんかそういう格安航空とかだと、やっぱり払わなきゃいけないよ。で、そうすると実際結構逆に高くついたりとか、実際その BA、そのBritishエアウェイズとかで行った方が安上がりになったりとかするから、そうそうそう。うん。KS さん、観光地で外国人観光客が戻ってきました。うん、そうそう、そのね、ちょっと話も、先ほどね、冒頭でさせてもらったんですけど、まあ、ね、日本も戻ってきてるだろうなと思って。で、特に、今、イースターホリデーだからね、いわゆる欧米が、そう。それこそ、今週末結構、金、土、日、月で、結構、イースターホリデーのところが、国が結構多かったりすると思うので、で、それでだからまとめて、その時にちょっと、だからすごく、いい時期だよね。まあ、毎年イースターホリデーとかイースターの日は変わるんだけど、ただ、ちょうど今だとね、桜に間に合う人が多いと思うし、うん、増田恵子さん、ミントは生です。やはり乾燥してる方がいいです。あ、そうそう。私も増田恵子さん、ミントは生の話のだろうなと思ってたの。結構ね、エジプトでね、ミント生で飲んだりして、うちの友達も、ね、結構好きな人はミント生で飲んでて、私も生で飲みたいと思いながらもこういうの買っちゃったんだけどね。うん。でもミントもね、結構ね、売ってるからね、買えばいいんだけどね。生の方が確かに私もね、いやでもね、生の方が美味しい気がするけどね。私、普通のほら、ハーブとして売ってるミントの生のやつ。あれをね、普通にあれ、入れて、お湯を入れるとすごい美味しいですよ。ね、旅に出た時の楽しみは何ですか？何でしょうね。まあ、やっぱり、まあさ、ちょっとロンドンあるあるになっちゃうんだけど、まあ、日が照ってるじゃない、旅。まあ、日が照ってるじゃないって国によるんだけど、例えばそのイタリアとかスペインとかだったりするとさ、やっぱ日があるじゃない。私、ポルトガル行ったことないんだけど、ちょっと行きたいんだけどね。イタリアとかスペインはもう何回も行ってるんだけど、日がほら照ってるから、で、ほら、ロンドンってほら日があんま照ってないからさ、そう、だからそこがね、あれなんですけど、うん。だからそれがなんかやっぱ楽しみっていうか、まあ、イギリス人あるあるなんだけどね、イギリス住んでる人はみんなほら、やっぱ太陽を求めて、まあ、イギリスとかなんか北欧の人もそうだって聞くけどね、うん。そうそうそう。で、まあ、あと、ま、いろんなものを見たりとか、文化遺産とか見たりとか、まあ、ちょっと歩いたりとか、まあ、あとでもスーパー行ったりとかね、そういうのもすごい好きです。まあ、あと、なんかカフェとかに座っていろんな人を見たりとか、うん、そういうのも好きですし、うん。ね、逆に琥珀さんどんな感じのことが好きなんですかね。うん。で、みつるさん、暴動を避ければ楽しそうです。まあ、ね、暴動でもさ、なんかあれ、ちらっと見たけど、暴動してても、
その近なんかレストランとかで普通になんか誰かがご飯ちゃんとなんていうの普通に落ち着いてみんな食べてたりとかそういうの見たからそんな感じなんだと思って、まあ、私もあのパリ住んでないから分かんないですけど、うん、まあでもねちょっとパリね行きたいなと思ってるのよ。もうちょっとねすぐ行けるでしょ。でずっと行きたいって思ってて、まああのうんタイミングを見てちょっとあのまあ2時間ちょいで行けるんでね。だからそれがね本当ありがたい。あと時差がないっていうのがさ、まあ1時間くらいあってもさ、だから日本からやっぱさ旅行するとさ、だからそれが私が日本にちょっとなんかうんとまあ思う日本なかなかまあ今だってもう30万くらいすると思うし行くのに、であの往復でね、でそこまでするんだったらイタリアのなんかビーチとかでリラックスしたよねと思っちゃうよね。うん、でそれであのそうそうそう、であと時差もさやっぱりあの昔若い時とかは結構すぐ治ったけど、最近はやっぱり時差ほらあの時差に回復するのに、時差に回復っていうかなんていうの、時差に慣れるのちょっと時間かかったりして、でそうだから、うん、なんかもう行くぞっていう感じじゃないとちょっと日本ってなかなか行けないなと思うけどね、うん、で、あ、田中佐々木さん、こんばんは、こんにちは。中村恵子さん、福岡もクルーズ船が着き、海外からの人が来てます。桜セラピー楽しみました。今、八重桜が咲いてます。八重桜いいね、うん。いいですね、八重桜。うん、いや、そうですよ。本当桜セラピー。あれ、セラピーになるよね、本当に。うんうんうん、ミントって美味しいですね。イースター特別な休日ですか。そうですね。あの、イースターはね、結構長め、まあ、クリスマス、一応クリスマスよりもすごい休暇だっていう人もいる。言ってる人もあのそういうふうに聞いたりもするんだけど、まあでも基本的に結構大きな祝日っていう感じで、まああのあのね祝日にもなってますし、まああの結構あのお店とかお休みだったりとか、そうあのそういう感じですね。うんうん。まあねあのクリスマスの日25日なんだけど、その本番の日はあのバスとかも走ってなかったりとか。あの地下鉄とかそういうのも全部休んでるんだけど、昨日は一応ね地下鉄とかバスはやってましたけれどもね、でもあの学校とか結構がっつり休みだったりとか、あとね今週末もまあ週あの連休4日あったりとかなんですよね。うんうん、あ、小白さん、その町の地元のスーパー行くのが好きです。あ、私もね結構そういう感じなんですよね。なんかその、うん、なんかやっぱスーパーって結構いろいろ見れますよね、なんかその国のなんか実情っていうか。うんうん、はい、日本からヨーロッパへの旅行は超特別な感じです。なかなか日本社会は休みも取れない。まあね、だからもう日本のその、だからそのまた先進国の話に戻っちゃうけど、それもだから珍しい話でさ、先進国と歌ってる割には。先進国と歌ってるんだったら、その労働者環境のその休みがね、1ヶ月取れるとか、2週間取れるとか、そういうのをやってくれって話なのよ。だって他のさ、国でさ、大体例えばイギリスとかもなんだかんだ言って多分年間1ヶ月くらい、有給になるわけよ。結局、その祝日だったりとか、あとその、普通にもらってる、あれなんていうの、あの、有給休暇の日数、会社からもらってるのだと。だから、それでこの前も友達と話してて。だから、まあ結構みんなだから2週間どっか行くとか、まとまってね、3週間どっか行くとか、1ヶ月どっか行くって人やっぱ多いから、だからそれがさ、やっぱ醍醐味じゃない？なんか別にそれ海外に行かなかったとしてもね、別に日本で祝日してるのでもいいんだけど、全然それでもいいんだけど、それ、なんかやっぱりそのまとまって休むっていうことがやっぱ重要だと思うんだよね。うんうんうん。まあでもね、ヨーロッパそう、だから時差があるから、なんか例えばさ、日本で頑張って取れたとしても1週間取れたとするでしょ。でもやれ来るのにやっぱなんだかんだ1日かかるじゃない。で行きに1日帰りに1日でプラスね時差のことも考えると、なんか例えば来てもさ1週間の工程できて、じゃあ5日でどうにかさいろいろやるって言ってもさ、やっぱ時差もあると、例えばこっちで日中の時にもう眠くなっちゃったりとかさね、あと夜こっちで夜の時にすごく元気で起きてるけど、まあそういう観光したいところは閉まってたりとかするわけでさ。そう、だからね、だからなかなかあれだと思いますけどね。うんうんうん。そう。だからまあね、まあでも逆に言うと日本に住んでたらその近場の、なんかその、例えばシンガポールとか、マレーシアとか、まあね、いろいろフィリピンのビーチとかね、まあ台湾とかさ、まあいろんなそこの近場で行くっていうのも手ですよね。まあ、あと同じオーストラリアに行くとかさ。うんうんうん。ね、そういうのもあると思うんですね。花さん、はい、ロンドンのスーパーってどんな風ですか？食材とか。ロンドンのスーパーね。まあ、多分、YouTube でロンドンのスーパーとか
で検索していただくと、多分なんとなくどんな感じなのかってね、わかるかもしれないんですけど、なんか最近ね、野菜がなくなったりとかして、ちょっと大変だし、一応戻ってきましたけど、野菜は。うん。で、どんな感じなんだろうね。まあなんかいわゆる、まあ日本とはもちろんその勝手がちょっと違うんですけど、まあ、その、私がよく行くウェイトローズは、まあ、お肉屋さんのコーナーがあったり、魚のコーナーがあったり、まあ、でも大したことないですよ。うん。まあ、お肉はね、あんまそういうとこであんま買わないんで、私はお肉はお肉屋さんで、買ってて、まあ、でも、ウェイトローズの普通のオルガニックの買ってたりするときもあるんですけど、普通の何、陳列されてるやつの方。うん。でもね、まあ、あと、まあ、チキン買ったりするか、鶏肉買ったりとか、うんうんうん。まあ、パッケージになってる鶏肉のとか、まあ、まあ、いわゆる、なんか、欧米の感じのスーパーですよね、要は。うん。なんか、日本はまた、ほら、ちょっと違うから、なんか、その、カゴからして、カゴっていうか、カートからして違うね。ちょっと小さい感じの、小回りが効く。うん。いや、日本のね、スーパー、ほんとも大好き。私、もうね、日本に行ったら、多分、爆買いも、多分ね、一回のスーパーで、うんまんとか全然いけますよ、私、多分。うん、多分。ほら日本食はやっぱ当たり前だけど高いからね。まあでもね、ロンドンのスーパー結構日本食材とかも結構ちょこちょこ売ったりはしてるんですけど、うん、でもまあ私はどっちかというと日本食材店で買った方がちょっとお得だったり、やっぱり量とかもあったりするんで、うん、それで買ったりするんですけど、みつるさん、なんでエミレーツあたりに本拠地を、飛行機ターキーもいいですか、治安関係が、みつるさんがエミレーツあたりに本拠地を置きたいってことですね。トルコもいいですが、治安関係が。そうですね。ちょっとトルコは、まあ、トルコはね、私行ったことないんだけど、旅行にはすごく良さそうなのね。で、私トルコ結構、トルコ料理大好きなのよ。そう。で、結構こっちもね、トルコ系の人多かったりするし、みんないい人そうだよね、トルコの人って。うんうん。だとは思うんだけど、そう。そうね。まあ、やっぱり、税金とかのことも考えたら、やっぱり UAE でいいんじゃないですかね。そんな理由でいいのかって話だけど。なんか結構ね、こっちのイギリスの人も、まあ、そういう、ね、ドバイに住んでる人とか、やっぱその税金の関係で、ちょっとそういうの住んでる人とかもね、いるし。まあさ、私全然もう最近エミレーツ全然行ってないけど、もう多分エミレーツ最後行ったら20年前くらいだと思うね。そう。だけど、みんな住みやすいって言うよね。うん。そうそうそう。うん。そう。まあ、なんせね、やっぱりもう、はっきり言って、その、やっぱりさ、その、またその、ごめん、なんか先進国の話ばっかりしてるけど、その、いわゆる欧米の先進国っていうのって、やっぱ住みやすいわけよ、どの国の人にとってもね、結構。その言葉のことだったりとか、社会の環境だったりとか、やっぱ自分、新参者的な外国人が多いっていうことで、やっぱり、住みやすいのよ。入り込みやすいのよ。こういう社会って。です。だから、やっぱり、ビザの、やっぱり、ビザってやっぱりそんな簡単じゃないのに、やっぱ難しいのよ。そう、取るのがね。そういう、やっぱり、からくりにはなってるとは思うんだよね。はっきり言って。そう。だから、まあ、なかなかそんなみんながみんな簡単に住めるっていうところではないとは思うんだけども、うんうんうん。そう。増田恵子さん、昔連休になると人が増えるので、東日本と西日本で連休日を少しずらしてはという話がありましたが。あ、そうなんだ。まあでも日本はちょっとどうなんでしょうね。一つでまとまっといた方がいいんじゃないですか。でもね、気持ちはわかるのよ。そういう、なんだろう。そういう、なんていうのかな。そういうずらすっていうのはわかる。だってやっぱり、人多いもんね、日本って。だって結構人口多いでしょ。うん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 。そうそう。ちょっと全然このごめんなさい。地下6部の話は全然ちょっと意味がわかりませんでした。ごめんなさい。はい。まあそんな感じですが。いや、皆さんでも元気そうでよかったです。いつもね、見てご覧くださいまして。何かちょっと最後にちょっと、ちょっと聞いときたいっていうなんか質問とかありますかね。うん。いやーなんかね、本当皆さんにね、こうやって時々ですか、ちょっと会えるのが嬉しいんですよ。もう、ほら、2月、あ、じゃあ3月か。やってなかったからね。うん、そう、私もこれね、今、ラップトップがもう 5% なんですよ。うんうんうん。あ、初参加ですね、エリカさん。ありがとうございます。いろいろと、質問ありがとうございますね。だってほら、皆さんさ、やっぱりこれチャットでこれでやってるから、まあ、わかんない。携帯でやってるのか。ね、こういう、ラップトップでやってるのかあれですが、つっさん、はじめまして、占いが好きで登録させてもらってます。茨城に住んでます。茨城のイメージは何かありますか？ふと食べたくなる日本食ありますか？あ、ご質問ありがとうございます。ね、品のあるご質問ありがとうございます。品のあるご質問。皆さんも結構ね、品があるご質問が多かったんで、本当ありがたいんですけども。で、ですね。茨城
茨城って納豆でしたっけ？ですよね。私結構納豆食べてんですよ。まあ、高いですよ、納豆はね。納豆こっちでは高いけど、でもやっぱり、やっぱり健康的じゃない、納豆って。そうそうそう。だから、食べてて。茨城でもさ、関東圏にさ、関東圏で、要は東京とか千葉とか、東京とかにも全然通えるもんね。その会社とかがあったし。まあ、遠いけどさ、ちょっと遠いけど、まあ、それでも通えると思うんで、うん。っていう、そういうイメージです。うん。なんか、その、郊外なだけっていうイメージ。うん、そうそう。郊外なだけって言ったらあれですけど、その、東京の関東圏の。うん。いつも占い楽しみにしてる技です。ありがとうございます。いや、さ、そう。それについてもちょっと最後、ちょっと、ラップトップが 5% な、充電が 5% ながら、もうさせていただくと、本当に、ありがとうございます。もうね、最近すっごい登録者数が増えてて、なんか、なんでこんなに増えてるんだろうっていうくらい。いや、ありがたいんですよ。ありがたいんですけど、いや、本当に、うん、増えていただいて、ね、ありがとうございます。いや、私はね、もう、その動画でもいつも言ってるんだけど、本当に、みんなに本当にね、必要な人にこうやってメッセージが届いてほしいと思ってて、で、やっぱりその、なんかね、元気、このチャンネル元気が出るっていうふうにおっしゃっていただいて、今もう90人もね、見ていただいて、コメントしない方とかもいらっしゃると思うんですけど、いや、本当にね、聞いていただけるだけで、本当に嬉しいんですよ。で、私も、まあ、またさ、ほら、ロンドンから発信してるからさ、またちょっと多分、まあ、あとまあ、私の経歴っていうのも、ほら、また、一般の日本人っていう感じの経歴じゃないからさ、まあ、そういう切り口で、なんかいろいろと、まあ、各星座さんの毎月、ちょっとやらせていただければなって思ってるんですね。まあ、やらせていただければとか、まあ、勝手にやってるだけなんですけど。そうそう。エリカさん、水亀座でね、いつも勇気づけられてありがとうございます。いや、本当にね、マリコさんの欄に背中を押されています。ありがとうございます。ケンケン24さん、ロコローズさん。あ、ロコローズさん、こんにちは。マリコさんからパワーもらえるからだと思います。ありがとうございます。本当にありがとうございますって感じで、本当にありがとうございます。いや、本当にね、私も、たまたまやって、まあ、友達に言われて、なんかもう、いやいや、ごめんなさいね。初め言うと、イエーイながらやってたんですよ。一番初めの、もう2年前の頃。でも、まあ、私ね、最近は結構楽しくなってきて、これもなんか、何かのご縁だと思って。で、やっぱり本当にね、その、元気もらえるとかさ、背中を押されてるとか勇気づけられてるっていう風におっしゃっていただいて、で、私もね、ちょっと自分で言うのなんだけど、私結構そういう力あると思うね。別にサイキック能力があるから知らないですけど、なんだろう、そういう、やっぱりさ、なんかその人をこう、なんていうの、元気づけるとか勇気づけるとか、なんかその才能は私あると思ってて、自分で言うのもあれなんだけど、それはあると思ってるのよ。うん。だからそこでこうやって、ちょっと皆さんとこうやり取りができればなと思ってるんで、うん、ありがとうございます。ケースさん、いつもタロット楽しみにしてます。ありがとうございます。大志田です。大志田さん、ありがとうございます。大志田さんのね、もう、なんだっけ、見た回数、なんていうの、見た回数、そうそう、見た回数がもう4500以上いってんですよね、もうね。すごいですよ。うん、ありがとうございます。本当に。じゃあちょっとね、ちょっとこれから、もう冷蔵庫に何もないので。もうね、全部使っちゃった冷蔵庫にある材料。ちょっと買いにもしかしたら、まあ、行こうかなと思うけど、ちょっと、うん、まあ、ウェイトローズだとちょっとバス乗らなきゃいけないんで、それもちょっと、うん、どうかなと思いながら、まあ別に歩いて行けるスーパーもあるんだけど、まあ、やっぱさ、スーパーもさ、その、テスコとかと、やっぱウェイトローズって売ってるもん違うのね。そう、だから、うん、どうしようかなって。まあ、今週の献立もあんまり決めてないんだけど、そうそう、うん。まあ、一応ほら、私も節約しながらさ、結構、節約しながら結構過ごしてるんで、そう。で、まあ、節約しながらも、まあ、栄養がある。で、それで栄養があって、美味しくて節約して、どうにかやってる感じなんでね。そう。で、まあ、先週は一応なんか、いわゆるその、オンラインで配達してくれるあれ、その要はウェイトローズとかオンラインで頼んだらこう来るようになってたりするので、それやったんだけど、まあ別に自分でその店に行って買いに行く時もあるし、まあ、バスで行ったりするしたりするけど、まあそれでもまあ気分転換にもなるじゃない、スーパー行くのって。うんうんうん、そうそうそう、異国からパワーが来る感じで楽しみです。ありがとうございます。エミューさん、ありがとうございます。メンバーシップにもなっていただいて。ちょっとメンバーシップもの関係のこともちょっと、再開の方でちょっとやってみますので、またご連絡させていただければと思います。メンバーの方には。はい、エリカさん。はい、買い物 Vlog とかいくらだ。そうね。みんな好きみたいなの、やっぱり買い物いくらかとかいうのね。
そう、なんかいつかね、できればいいなと思うんですよね。ありがとうございます、ご提案。つつさん、今度はお料理を見せてください。ね、ちょっとお料理もちょっとしたいなと思ったんですけどね。うんうんうん。明日不登校の娘が、ゆうさん、はじめまして。どうもはじめまして。明日不登校の娘が中学生デビューです。親の私の方がドキドキです。まあ、親の方がドキドキでしょうね。うん。それはそうだと思いますけど。大丈夫ですので、でもち、これ、さっきもちょっと不登校のことに、のことに関してちらっと言ったんですけど、申したんですけど、やっぱりその無理していく必要もないと思うんですよ、私は。まあ、もちろん明日ね、いよいよデビューってことで、明日いよいよ行くってことで、それはすごい一つのね、また転換期だと思うんですけど、そう、うん、だからまあ、だから今まで、まあ、不登校だったっていうことだと思うんですけど、またね、中学校っていうところでまた別の学校になると思うんでね、小学校とはまた違う中学校っていうところになるんで、で、あとその娘さんもやっぱりその、年齢とかもやっぱりその、年齢によってもやっぱり変わってきたりとか、心境が変わってきたりとかすると思うんで、うん、とりあえずまあ、温かい目でっていう感じで、ね、やっぱ一歩一歩だと思うんですよ。そういう、ね、前不登校だった人が、学校に通い始めるっていうのは。うん。まあ、でもまあ、気楽にやってください。はい。そういう感じでね。はい。ごめんなさい。そんな感じでまとめちゃいましたけど。うん。ね、親が思ってる子供はそんなね、心配しないと思いますよ。うん。なので大丈夫です。はい。じゃあね、皆さん、もう、2% になりましたね、ラップトップが。こちらこそ、ケンケン24さん、とても楽しかったです。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。じゃあ、皆さん、元気で、はい、またね、やりたいと思いますので、どうも、ありがとうございます。夜遅くまですみません、ありがとうございました。月曜日の夜なのに。ありがとうございます。ゆうさん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。楽しかったです。こちらこそ、みつるさんもありがとうございます。次回も楽しみにします。こちらこそです。こちらこそも。はい、ありがとうございます。じゃあ、またよろしくお願いします。つつさんも。はい、次回も楽しみにしてます。花さん、つーさん、エリカさん。かよ091さん、ゆかりさんありがとうございました。ケイさん、エミユさんもありがとうございます。コハクさんもありがとうございました。はい、じゃあ失礼します。ちょっとね、スーパー行ってきますよ。はい、ありがとうございました。失礼します。あ、藤田美穂さんね、この部屋から獅子座のタロットがあった動画を認めるかさんが大好きになりました。楽しいライブでした。次を楽しみにしてます。ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございました。はい。じゃあ猫のね、動画も、今度ちょっと出したいと思うんで。はい。ありがとうございます。ちょっと猫の動画溜まってるんでね。ありがとうございます。美恵子さん、松田恵子さん。ありがとうございました。じゃあ失礼します。ありがとうございます。